はい、じゃあそれではよろししくお願いいたします、えー、と入門講座の、えー、と民法の本論編の第1回の講義を進めてまいります、えー、とこれからです、ねえーと、前回以前では、ね、あの全体構造編という方で扱いましたけれども、まあ、今回の講義からは、えー、と民法以降の、まあ、メイン科目ですねメイン7科目について、まあ、体系的に扱っていくという、まあ、本論編という講義に入っていきますで最初はまあ民法になりますけれども、えー、と1年間というか、ねえー、入門講座を通して担当いたします田中と申ししますよろしくお願いいたします。 でまずですね進め方に関してはですね、えー、と一応このテキストの方をもう一度確認ですが一応、最初にこのセブンサミットというテキストが配られていると思います、でこちら民法の方が全3冊ですね、で各科目、えー、セブンサミットという形で使われてますけれども、まあ、こちらの方が一応レックでのメインテキストという形になってまして、まあ、聞かれる後でほど、ねまあ、重要な事項とかについては一通り、えー、載っているという形になります。で講義の中でででははは、まあ、セブンサミット自体は全部ねあの重要事項はまとめられててるんですがどうしても、えー入門だ 段階で扱うものとか、えー、もしくは最終的には予備試験、法科大学院試験、国家総合職試験の次の司法試験まで含めて、まあ、全体的に必要なことが書かれているというテキストになりますのでこれをまあ一から順番にやっていくとどうしてもメインな論点というか、ね、必要なことというのがなかなか見えにくくなっていますので、えー、講義の中では主にレジュメですね、えー、と一応確認すると講義メモというのが渡っていると思いますけれどもこの講義メモの方の内容に即しながら説明をしていくという形になります。 なりますが、えー、民法は3点セットという形になります。まず、講義メモという形でまあ1。1 1> 1回目からですね、えー、全24回の講義で扱うものを全部まとめたものになっています大体いいここに書かれているのものを全部習得していただければ必要なこと,というのはまとめられていまして、まあ、講義の中ではここにどんどん書き込んでいただいたりとか場合によっては、まあ、そこのところをどんどん知識を補充していただいて、まあ、最終的には体系的にまとめていっていくという形になりますでただこのテキスト自体が使い勝手というか、ねえー、1回初めてこう開いてね書き込んでいくのもちょっと怖いというところもありますので、えー、毎回講義ごとにこういう形で小さいレジュメですね、えー、今回であれば、えー、このの講義メモの 1ページから4ページまで第1回の講義で扱うものについては毎回設置されていきますですので次回の講義であれば次回の講義の内容がセクション2以降について毎回講義前に教室には設置されておりまして通信の方ですとダウンロードするという形になると思いますけれどもレジュメの方がありますでこちらの方がこの講義メモと同一のものということになるので実際講義の中で自由にねもうぐちゃぐちゃぐちゃと書き込むとかそういう形で使っていただいて復習のにまにこちらの講義メモに一元化をしていくという形で使っていただければと思います。 どうしてもあの線引いたりとか丁寧にやっちゃうとかになると、おそらくなんかそれに集中しちゃったり、ねえそういう形でなかなかあの中身が入ってこないということもあるので、とりあえずもうどう使ってもいいものという形で一部え提供しているという形になります、でそれとですねえ復習に関して使うものとしてえ最重要項目チェックシートというのが一冊いっていると思います、でこちらのほうはまあ入門講座、基本的にはえまあ論文対策というところも視野に入れていくので、論文の中で絶対抑えなきゃいけないものというのを覚えるべきものという形でま,あまとめられて いるもののになりますので、まあ、講義の中で適宜使っていくのに加えて合わせて復習するときに、まあ、最低ライン、これは全部押さえてくださいというのがまとめられていますので、まあ、次回の講義、ですね1回目の講義終わったら2回目の講義の間までの復習でここに書いているものについてはスラスラ言えるというねそういう形で反復用の復習で使っていただければという,ふうに思っておりますと、それと民法の場合は、えー、事例問題がとにかく重要になるので事例問題集という形で、えー、事例問題集と事例問題解説集という形で、えー、セットになっていると思います。でこちらの方は講義 講義の中でおそらくどうしても民法の科目とか抽象論が多くなるんですね抽象、えー、論が多くくなってくるので、そのような抽象、まあ、的なものっていうのを具体的に問題の中でどうやって処理していくのかっていうのを、えー、まとめていったもので、講義の中では中心となるのは講義メモとこの解説中っていうのが中心で進んでいってで適宜必要なものについてセブンサミットです、えー、このセブンサミットのところで、まあ、表であったりとか、まあ、抑えるべき定義みたいなものを拾っていくという形になろうかと思います。はい、で1回目の講義ですけれども まあセクション1ということでまあ意思表示という形で入っていますで通常民法というのは一番最初何やるかという民法とは何かとかね、えー、民法の全体像みたいなところから入っていくんですけれどもどうしても初学者の場合にはそこからまあ入っていくとですね抽象論に偏ることが多いんですよね、えー、どうしても民法の定義であったりとか、まあ、もしくは一番最初、まあ、おそらく人とは何かとかね権利とは何かみたいなことをやるんですがどうしても具体的なイメージが湧きにくいというところがあるのであの講義の中ではまず一番最初皆さんに馴染みのあるような契約の場面であったりとか、まあ そういうい具体的に使えそうなものもっと言ってしまえば試験で出るものですよえ試験で問われるものっていうのを中心に扱ってからある程度体系的に固まって戻ってって定義に行くという形ですねになりますのでえ講義としてはセブンサミットに対応するとえセブンサミットでいうと100 7ページの下の方にある意思表示というところから解説のメインということになっていきますでまず最初、せっかくですのでね、えー、このちっちゃなレジュメ講義メモに沿ってま進めていきますが、まあ、何何なぜ意思表示からやるかというとそもそも民法というのはどういう科目かというと、まあ、詩人と詩人との間の、ねえー、権利っていうのを調整するものなんですよ、えー、ちょっと、ねえー、説明をしながらいきますが、まあ、全体構造でも、ね、ちょっと触れたかなというところなんですが、まあ、一般的にはね すごく大きく分けると、まあ、司法と公法って分かれるわけです、あの法律もっと言うと刑事系というのがあってねあの司法試験だと民事系、刑事系、公法系という3分類になるんだけれども、まあ、法律をまあ本当にざっくり大きく分けると司法と公法って分かれるんですで司法っていうのは何かというとこれは詩人と詩人の関係なんですよ。つまりある詩人とあるる人人との間で まあ権利の衝突が起こるとで、この権利の衝突が起こったときにどうやって調整するんですかというのが司法ですですので、えー、司法というのは基本的なプレーヤーというのは必ずと言ってはいけないんですけれども、えー、権力者ではなくて、まあ、一般的な私人であったりとか会社、法人であったりとか、そういったものになるわけですよね、で候補というのはそれに対して何かというと、まあ、典型的な憲法なんだけれども、私人と、まあ、ざっくり言うと、公権力なんですよ。 えー、公権力に対する争いということになるつまりある公権力、焦げるという丸プぶわっと書きますけど、えー、強い権力が詩人に対して何かやってくることに対して詩、まあ、人が抗うと、まあ、例えば憲法というのはまさにそれで、えー、表現の自由とかよく、ね、あの憲法とかでは出てきますけれども、えー、表現の自由というのは何かというと国家権力が詩人に対してその表現するのを不当に打圧するなという話なんです。よねで国民っていうのは生まれながらにして、えー 人権って持ってて持るわけですでその中に表現の自由ってあって、まあ、人間ってのは生まれながらにして基本的人権を持ってその中の一つとして、えー、自分の考えていることであったり信念というのを外に表明するっていうことが憲法上保障されているとで権力である要するに公権力というのはそれを不当に弾圧してはいけませんというのがその憲法の人権のあり方なんですよつまり憲法ってひあの国のあり方なのねそうすると国は核あるべきだという関係なんです,ですから国は国民の持っている権利を不当に制約してはいけない。 っていうそういう関係のものは権力あの憲法なんですね。で、公法っていうのはそのようにまあ憲法とかまああとはね、えー、行政が扱うような法律みたいな形でまあ公権力が支持に対していかなる関係を持つのかっていうのを規律したものになるわけですね。で、一番最初に扱うのはまあ民法ってことになるんですが、この司法の中の一番重要な一般法と呼ばれるものんです。で、まあ一般法と呼ばれるものでこちらの方はねあの。 まあ特に、あの重要なけい、あ法律だよっていうイメージでいいと思うんですが、世の中にたくさん法律あるじゃないですか。それで世の中にたくさん法律がある中で、詩人と詩人を規律する法律がすごいたくさんあるわけです。えー、例えば商法っていうのもそうですよね。商法っていうのは会社法であったりもそうですけれども。まあ商売人であったり、商人だったり、もしくは株式会社とか、そういった、会社と。 もしくは知人や会社の関係を起立すると、でそれは突き詰めていれば人と詩人の関係でしょで、そういった会社法とかもそうだし、まあ、もっと言っていれば民事訴訟法だってね、ね、えー、民,民,民事ですから、詩人と詩人との間で権利がぶつかったと、それを裁判所がどうやって裁定するのか、いう少なくとも詩人と詩人の紛争に関する法律だわけですよ。という形で、まあ、世の中はいろんな法律があるわけです、でこの一般法って何かというと、その一番根底に流れる法律だと思ってください。ですので、こ,のこれから学ぶ民法というのは、その知人と詩人との紛争の調停 いうかなえー、紛争の調節をするにあたってはその一番根底のルールっていうものを学んでいくということになるとでその上でじゃで、ちょっと戻りますけれども、じゃあ、詩人と詩人とでじゃあ例えば論文式試験でもそうですけれども、じゃあ試験の、えー、実際に解くときに何が問題になるかというと、この詩人と詩人が何のトラブルもなく生活をしていたら試験問題は作れないんです必ず詩人と詩人で紛争が起こるとで、紛争が起こった結果、どちらかがどちらかに対して何かを請求したいわけですね。つまり 当然紛争が発生するそうすると紛争が発生すれば当然、まあ、当事者には何らかの言い分があるでこの何らかの言い分というのはもちろんお金を返してほしいとか建物を明け渡してほしいとかさまざまありますけれども、まあ、何らかの主張があるでこの何らかの主張をお互い当事者が言い分があってこれがぶつかるわけですよね。 でこの当事者の紛争というものに対して、まあ、解決を図っていく必要があるでこの解決を図っていくために何があるかというのが法なんですで民法というのはまさにその詩人と詩人との間でお互いの言い分がぶつかってその言い分がぶつかったときにじゃあどっちが正しいんですかどっちの権利が認められるんですかということについて一般的なルールを定めたものということになります。でですのでそのそ 民法というのはその一,つの一つの解決指針ということになるわけですねで、これから勉強するのはそういう話になります、じゃ,あじゃあ一番最初、じゃあ何をやるかというと、じゃあ世の中で一番多い紛争って何かといったら、まあ、言うまでもなく契約なんです、えー、詩人と詩人と、ね、何かしらの約束事をして、でその約束事をしたときに、そんな約束してねえよと。 えー、そんな約束してねえよというもちろんトラブルがありますよねで、約束をしたとします、で約束したとしたらなんかお互いに約束の理解が食い違ってます、えー、私は、えー、この車を買うっていうに言ったのに、えー、なんか売り主は別な車だと思ってて食い違ってますとかね、ねもしくは実際に約束は合ってるかもしれないけれども、片方がお金払ってくれません、えー、どうやったらお金払ってもらうんですかとかね、さ、えー、まざ、あ、まあるわけですで、もっと言ってしまえばじゃお約束通り車を買いました。 けれどもその車故障しているんだけどどうしてくれるんですかとかね、大、え、体、ー、契約っていうのが出発点になるんですよ、何らかのトラブルが生じたときに、少なくともこういう紛争っていうのは、契約が出発点になることがある。 じゃあ契約ってそもそも何かっていうのは実は講義では結構中盤にやるんです、えー、この講義ででは中盤にやるんですがすごく簡単に入門講座は、まあ、とにかく全体のイメージ掴つかんでもらうのが大切ですから、えー、説明をしていくとじゃあ契約っていうのは結局何かでひ人と人との約束なんですよすごくシンプルに言えばじゃあこの約束事ってどうやって決まるんですかというと一方的に決めることはできないでしょ例えば私がこの車を買いますって言ってて言 で相手が何も言ってないからじゃあ俺持っていくよってわけにはいかないですね、えー、当然私が買いますって言って売り主が売りますって言ってじゃあいくらで売ります買いますって話がまとまって初めて契約が成立するつまり約束事っていうのは必ず意思が合致する必要があるとで通常は通常はこう言って言われてます、えー、何かの申し込みがあってそれに対して承諾があって初めて契約が成立するわけですね とということは、えーこの、そもそも申し込みだけでは契約はできないし承諾だけでも契約はない申し込みと承諾が合致することによって初めて契約が成立するとでそうすると合致すると何が起こるかというと契約が成立しますで契約が成立すると義務が発生するんですよ。 一つ例としては申し込みをこれ買い主します。で、承諾を売り主にします。もう最初はそういうイメージをわいてもらうためでいきますけれども、えー、例えば何にしましょうかね、適当に、これ、近くでこれ、車ね、振、えー、り主が車を持っていて、飼、えー、い主がじゃあ100万円で買いますよと、この車と。いうことで、承諾して分かりましたとなった場合、どうなるかというと、飼、えー、い主は売り主にお金払わなきゃだめですよね、100万円で買うっつ言ったら約束通り100万払えと。 でそして売り主はどうしたらいいです車っぽくはよかったね、<laughs> この車を飼、えー、い主に対してこれ A さんにしましょうか、A さん、B さんと言った場合には、えー、当然、車を A さんに引き渡す必要がありますよね。というのはお互いにこう義務が発生するで、この義務のことを民法では B さんに B さんに対して A さんは要するに払わなきゃいけない、お金を、こっちは、えー、引き渡さなきゃいけない、これを債務というんです。 とということは逆に言えば A さんからすればお金を払わなきゃいけないけれどもお金を払う代わりに車をよこせとまあ言えるわけですよね。ということは義務だけじゃなくて権利も発生しますよね。でこの権利というものが債権なわけですこの言葉は難しいですよね日常生活でも債務者とか債権者っていうけれどもこの債務債権っていうのは もう端的に言ってしまうと法律上を果たさなきゃいけない民事上の義務だと思ってください、えー、つまりで、大体の場合例外はあるけれどもほとんど契約に基づきます、えー、意思の合致が基づいてお互いに約束をしたから、えー、債務や債権というのが発生していくということになるということは契約というのはどういうふうに言えるかというと何か引き渡せという債権何かしなきゃいけないという義務、債務の 発生原因だってこととになるということですよね、まあ、ここまでまず、えー、ざっくりとした、えー、民法の本当に一番よくあるイメージということになります。でこれが例えばさっき売り主、買い主ってやりましたけど別にこれは、えー、A さんが従業員 B さんが社長。 ということは雇用契約だってそうですよね雇ってください、雇ってあげ,雇ってあげますまずいか雇ってください、働いてくださいこれが意思承諾が合致するとで賃金いくらにしますか労働条件どうしますか休日どうしますか、えー、みたいな話をするわけですよねでそれで約束がまとまって契約が成立したらそれ通りのことをしなきゃいけない、まあ、しなかったらどうなるかというのは、えー、講義の中でやります、えー、しなかったら、まあ、いろいろな手段があると ととというここなりりますとするとやっぱりこの契約ってやっぱりさ民法の勉強もっと言うとその論文対策でもそうなんだけれどもその紛争解決する上でのまずスタートラインなわけですね、でスタートラインであるということからはやっぱり契約ってどういうものか知らなきゃいけないこの契約の成立ってさっきガッチって言いましたよね、じゃあこの契約っていうのはどちらも何らかの意思表示をするんですす何らかの意思表示をするわけです、こっちもそうです。 つまり意思表示と意思表示が合致することで契約が成立するということになりますですので、まあ、契約書って結びますよね、えー、例えば売買、大きい買い物するときは不動産とかもねで雇用するときには雇用契約書というのがあるさまざま契約書って結びますけれども民法,の民法の一番基本的な世界というのかな民法の原則的なルールでは基本的には契約書っていりません。 まあ例外的に保証契約とかすごい重たい契約では必ず書面交わせというルールはあるんだけれども基本的にはは契約書いいいらなととされています、まあ,あともちろんそれはあの法律上で必要な類型とかで実は別にはあったりするんだけれども基本的には意思の合致のみで成立するということになるのでそうするとまあ本当に分析的に言ったときに民法で一番最初に勉強すること何かといったらここれ学ぶことですよね意思表示って何なのかってことこをしっかり学んでいかないと契約が何なのかって分からないですよね。 契約が何なのかって分からなければ債権債務も分からないそうするとその先の言い分も出てこないってなってきますのでまず意思表示ってものを今回の第1回の講義で完璧にしていこうというのがあのこのテーマということになりますで少しまあ戻しますけれどもでそうすると民法では一応ね条文というのを、ねえー、一応拾っていきますがままた後でやりましょう、えー、と6法初めて開く方もいると思うんですが、まあ、民法というのは基本的にはまあ条文ですね で最初に触れておくとですねえと一応、去年、おととしの講義からなんですが民法はあの改正民法という形でえあの新しく再建法が抜本的に変わってまして6法の際にはね改正前、改正後の民法という形になっていればいいは改正後の民法ですねえという形のものをあの使うことになります。ので でそれを前提すると民法というのは、まあ、見てはない第1条から始まって何条何条ってバーっと書いてあるわけですで、ここに書いてあるものは何かというとその先ほど言ったようなさまざまなルールが書かれているわけですね。ねということはこの条文とうう呼ばれるだけでこのルールをちゃんと理解するところからままず入る必要がありますで実際、意思表示というのはそもそもまあ何なのかというと、まあ、ちょっと条文の、ね、読み方もそうなんですがちょっとレジュメに沿っていきます。けれども まあそもそも民法って何ですかっていうところは、ねえー、先ほど触れたんで、じゃあ今度、意思表示は何かということになりますで。意思表示っていうのは少し難しい話をします。一定の法律効果に向けられた外米の意思の表明と言われています。で、この法律効果っていうのは何かっていったら、その1つの何か車を買いたいということであれば、その売買契約に対する申し込みをして、そしてその結果、売買を成立させたいとか。 えまあ他にもね意思表示という場合は契約を解除するときにねえもうやっと電話という形で契約を解除しますという風に言った場合にはそれは解除という法的効果があるんですね、法律上締め向けられた、そういった定められた効果を求めるためにえ意思を外部に表明することになります、だから結構これはね重要で法律効果が欲しいときにすることが意思表示になります、だから端的に言うとネミーとかは意思表示じゃないです。 あの日常の誤報だったら眠いとか腹減ったというのは意思表示になるんだけどあのそれは別に何も法律効果を模してないでしょになるから何らかの法律効果を求めるということが必要になります講義進んでいくといろんな類型ありますけれども1回目の段階でもうイメージをバシッと分けてほしいのは契約の成立に向けられたというのが一つのイメージでしょうね、えー、何らかの契約の成立をしたいとか、えー、何らかのなんか、えー、契約を結びたいという場合に発する外米の表示というのは意思表示になります。 でもちろん意思表示である以上は外に言わなきゃだめよ欲しいなと思っているだけでは意思表示にならないとということになるで。その上で、じゃあ意思表示ってどういうふうになるかってちょっと最初は、ね、抽象的ですけどこういうふうになっているんですよ、例えばパン屋さん行ってパンが買いたいと思いますでおそらく飼い主としての意思表示はこのパンくださいですよね。 このパンをくださいということで売買契約の締結に向けられた外部表示がされるからえパンくださいとうう申,申し込むことが意思表示になるわけじゃあこれってうのは分析的にどういうふうに思うかというとざっくりこうなんですよこの4つに分かれるですプロセスはまず動機です動機って何かってパン屋さん行ったらなんかおいしそうなの見つけるわけですね、まあ、うまそうだと思うわけです頭の中でおいしそうだなと思ったでそのおいしそうだなと思ったらどうします欲しいって思いますよね この内心的効果意思って言われるんだけど心の中で法律効果を欲しいと思うわけつまりこの場合だったらパンを買うそして買うことによってパンの、まあ、パンに所有権と言っていいのか分かりませんけどねそのパンの所有権を得て欲しいままに食べてやろうと思うわけですよねつまりおいしそうだって思った後に心の中で何らかの法律効果を欲しがるんです でえー、通常売買であればその売買契約を締結して自分の所有権のもとにしたいと思うわけでもそれだけじゃだめですよねそれは単なる妄想というか、ね、心の中のことですそしたら今度何します食べてえなーと思ってからこれ買おうと思ったわけでよしじゃあ店員に言ってやろうと思うわけですね店、えー、員にそのことを言ってやろうこれが表示意思なんですつまり喋ってやろうと思うんです今度はその要するに申し込みだったら申し込みをしようと思うわけで申し込みをしようと思って最後どうします くださいっていうわけですねでこの表示行為が意思表示になるわけですねいいですね、えー、少しあの細かな話ですが実は今日の後半の講義でる錯誤というところですげえ重要になりますので、えー、最初に意思表示ってどういう過程を経るかというのはもう一回頭の中に入れておいてね 買いたいたなと思ってじゃあ、相手に言おうと思って実際に言うという、まあ、このステージを踏んでいきますでただ、そうするとこういう形で実は維持表示って、まあ、すごく分析的に複雑なんだよね。ということは大体トラブルが生じるんですよ、でそのトラブルが生じたときにやっぱりあの紛争になると。 いう時ですでこの封争になったときどう解決するかというのは民法に定めがあって少し今日は条文の読み方もやりますので、民法の93条からからな、えー、今日扱うのは、えー、4つの条文を扱うことになります、えー、民法93条で心理留保というのがあると思うんですね、まあ、少し条文を初めて見るという、ねえー、方も多いと思いますので、まあ、こういうふうに書いてあります。 でこれっていうのはいろんなルールが決められてますので今日は最初に先出しをしますけど心理留保というものと、えー、虚偽表示、まあ、厳密に通報虚偽表示錯誤、詐欺脅迫という形でね、まあ、厳密に5つかな。 えー、この民法でいうと93条から96条に書かれているものを、まあ、しっかり丁寧に押さえていってこれからの勉強こういうふうにやっていくんだなみたいなのを、ね、掴んでもらえればと思ってますでまず最初どうしても条文というのを、ね、初めて見た人もいると思うので触れておくと、えー、必ずあの条文というのは押さえておかないいけない要件と効果というのができていますまず最初93条心理留保というところを今開いていますが分かりやすい例としては94条を見てください虚偽表示というのがあると思うんです。よね えー、虚偽表示というのがあると思うんですよ、でこの94条の条文を見ていただけると相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とするというふうに書いてあります、でまず民法というのは、それをぱっと読むときに必ずできてほしいことがありまして、ね、し条文というのはれ条文いうか、ね、法律というのは要件と効果というのに分析されます。つまり 何かを満たすと何かが発生するという形になるんですとするとこの94条を見ていただけると相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とするって書いてあるからどうやら効果は無効なんだとこれが効果ですじゃあどうしたら効果になるかというとあごめんなさいどうしたら無効になるかというと94条の1個を見てもらうと相手方と通じてした虚偽の意思表示って書いてあるわけですよねとすると要件は ちょっと読みにくいけれども相手方と通じてた虚偽の意思表示って分析します相手方と通じる必要がありますよねでこれを一般に通報と言いますそして虚偽の意思表示ですね でこれが無効ですと言っているわけです。ということは、はい、こういう感じですね、これが94条1個、で条文を読むときにここで書いてあることって、まあ、日本語で言うと、ただ一部ばーっと書いてあるんだけど、法律の勉強というのは、その要件、効果、特に民法は要件、効果という分析がとても大切で、まあ、ここに書かれている要件を満たすと無効という効果が生じるということになるので、その要件をまず分析していきます。するとこのように 相手方と通じてしたということそして虚偽ということ意思表示ということこの3つを満たすと無効になるということになりますじゃあそれぞれこれでさ分かりゃ苦労しないですよねじゃあどうするかっていうと具体的に考えてみますじゃあ例えばの例になりますけれども相手方と通じてっていうことがとおそらくプレイヤーは2人ですよね A さんと B さん2人いてお互いにこう示し合わせます、えー、示し合わせますで A さんは まあ土地を持ってるとします A さんが土地を持っています。で、通報するわけですよね。ということは、この A さんと B さんとの間であの話を示し合わせるわけですよ。で、嘘を言います。えー、この2人、売るつもりも買うつもりはありません。この1人が売ります、買いますですね。えー、普通だったら、これって契約成立ですよね。えー、当然 売ります買いますで意思が合致してますから本来であればこれって契約は成立するはずなんですよ、矢印だね、こういう感じね、矢印の感じで、こっちね意思が合致してますから契約は成立するんだけど、本来何もね、何も94条考えなければ、A さんと B さんで売ります、買います、いくらで買いますって約束すれば、そこは売買契約は成立するはずなんだけれど、も94条2項では、この2人が示し合わせていて、いいですね、示し合わせていて、これが嘘であると。 虚偽であって、そして意思表示ですよ、ね、どっちもね売ります、買いますってどちらも意思表示ですよね。ということは、お互いに示し合わせて嘘の意思表示をした場合には、この契約は成立しないってことになるということですよね、でそうすると、このイメージ持つことが大事です、ね、94条1項って条文は、なんか虚偽表示って日本語で書いてあるけど、要はお互いに嘘ついた場合ですよね、お互いに嘘ついて、売る気もないのにも買う気もないのにえ、契約結んだようなことをしたら、これは成立しませんと、でこれが、その機通防虚偽表示の要件、効果ということになるわけですよね。 でさらにもうちょい行きますとあのなんでというのは分かるかな <laughs> なんで無効にすべきかといったらお互いにそんな、ね、売るつもりも買うつもりもないのに契約成立させる意味がないじゃないですかいいですよ、ねえー、ということになりますので、えー、そのようなあの必要は全くないと、えー、されるわけです。ただととととするるここれってのはどういうういが言えるかっていうと A さん、B さんの本心の方を大切にしたわけですね、え実際には形式的には外から見れば、これ実は、ね、大切で、外から見れば契約は成立しているように見えるんだけれども、本人の内部的な気持ちはそうじゃないんだったら、要は表示と意思がごめんなさい食い違っているわけですね、実際に外側では契約成立しているような外観があって、で心の中では、えー、お互いそんなつもりをさらさらないと。 いうこ,とですでこの場合94条1項はどうしているかというと94条1項は意思の方を重視しているということですね,いいねつまり外側の表示じゃなくて意思を重視しているという、えー、形になりますで一応94条1項はなんとなくイメージはいたなないかなじゃあその上で94条2項を見てみようか94条2項はどういう規定になるかというと全項の規定による意思表示の無効というふうに書いてあります 94条2項ねで、えー、全体構造でも触れましたけれどもこの丸二っていうのがこれ、ね、1項2項って読むことになります、えー、ですからこの1個目が94条1項ってやつになりますで丸二って書いてあるのがこれは94条2項と読むことになりますがとすると全項の規定による意思表示の無効はってことですからこの94条1項で無効になった意思表示は善意の第三者に対抗することができないと、えー、書いてある でおそらく法律初めてやると何を言ってるんだと善意の第三者に対抗できないとか、まあ、何って話ですよね、であの実は法律の勉強って大切なのがそこであの法律特有の言い回しっていうのがやっぱり出てくる、なので法律特有の言い回しはしっかり頭入れなきゃいけないってことになるわけですね、じゃあ善意って何かというと、まずはねちょっと言葉だけ触れておきます、善意っていうのはこれ本当はもっと正確なんですよ。 知らないことを指しますね、えー、日常語法だったら善意って言ってた場合にいい意味悪い意味ですね、えー、プラスマイナスっていうねいい人悪い人みたいなのを使いますけれどもあの法律用語では善意というのは、えー、特定の何かしらのことを知らないことを指しますで逆に知ってることを悪意と言いますね、えー、知っていることを悪意と言います、えー、でじゃあ第三者っていうのは何かというとこれはちょっと細かいけれども後でやりましょう、えー、少なくとも A さん B さんではないことは間違いないそうですよね えー、今回、A さんと B さんで通報虚偽表示になって契約は成立していない無効ですと、えー、無効な契約になってますよという状態なのでこの第三者というのはおそらく A さん、B さん以外のものだということは分かると思いますで対抗することができないと,という規定がありますでこの対抗することができないというのはどういうことを指すのかというとこれも法律用語なんですよあの対抗といった場合何かしらまあ争うと。 いうイメージがあるんだけれども、まあ、全体構造でもちょっと触れているところなんだけど対抗するというのは基本的に何かを勝ち負けを争うという意味ではなくて自分はこういう権利があるんだとかもしくは自分の持っている法的効果それを主張することをあの法律では対抗というんですですから対抗することができないというのは権利であったりとか利益効果かな。 そういう意味合いで使われるということになります <laughs> とするとです、ね、全員の第三者に対抗することができないという、ね、そんな難しいことを言っているようだけれどもシンプルに事例で考えるといいですかまずこの A さん、B さんの通報虚偽表示は94条1項で無効です,無効です、ね、でもここに何も知らない第三者が現れたと。 全員、えー、の第三者が現れたとします全員の第三者が現れた場合にはそのこの C さんは全員の第三者ですねで94条2項を見てもらうと全員の第三者に対抗することができないだからこの虚偽表示の当事者は何も知らない C さんに対してはこの AB のこの無効ですね本来無効なんでしょ無効を C さんに主張することができないという意味で使われるわけですでただそれでもイメージ湧かないですよね じゃあどうするかっていったらなるべく具体的に考えるわけです、えー、この事例で考えると A さんと B さんが通報で嘘ですよ通報虚偽表示でこれさっき不動産って言いましたけど何しましょう、まあ、不動産にしましょうかね、えーまあ、何かしらのものを売ったとしますで売って B さんが持ってるとします、まあ、パソコンにしましょうかね、えー、売る気もないのに買う気もないのにとりあえず形式的にパソコンを売ったかったって嘘、まあ、通報してこう あのそういうことに意思表示したとそうすると、まあ、この教授は向こうでパソコンを今、B さんが一応持っていますでこの時 B さんがパソコン持っているのを見てそれを C さんがあこれ、B さんのものだって信じたとしますああ、これ売ってくださいと売、えー、ってくださいということで B さんにこのパソコンくれよって言ったで、B さんからしてみればあの A さんのものなんだよね人のもんでしょ人のもんなんだけどでも売ってくれって言ったらお金もらえるから、ね、じゃあ分かったわって売っちゃったと。 こういう状況ですねでこの時このパソコン誰のものでしょうという問題なんですね、えー、このパソコンは誰のものでしょうという問題ですするとこれ条文見ていただけるとあのこういう事例というのがなかなか出てこないじゃない全員の大臣に対抗することはできないですもねあなんかそうなんだぐらいになっちゃうんだけれども具体的な事例に当て込んでいくと要するに AB 間で通報虚偽表示をしてパソコンの売買があったかのように見せかけて B さんがそのパソコンを持ってます 持ってて B さんがパソコン持ってるのを C さんは善意なんだ知らなくてそのパソコン買って C さんがパソコンを手に入れちゃいましたでそうするとこの時 C さんは自分のパソコンだって当然言うわけですよね B さんから買ったんだからじゃあこの時に文句言ってくると必ずていますよね誰かしたら A でしょう A としてみれば私が所有者だって言うはずじゃないですかだって A さんの主張は分かる当事者の主張を考えて A さんはこれ嘘なんだから わかりますよね A さんからしたらこれ主張としては94条1項で無効だって主張したいんですよ A、B 間での売買契約は成立してないもしこれ売買契約成立したら負けですよ A さんのだって、長期言っちゃってるんだからだけど売買契約が成立してないっていう主張することで私が所有者なんだよというふうに主張したいところなんだけれどもただ、さっき言った通り94条2項というのは善意の第三者が現れた場合には対抗することができないわけでしょ とということは A さんは本来は94条1項で無効主張できるんですよこの売買契約は通報、えー、虚偽表示で無効だって言いたいんだけれども、94条2項はこの C さんはまず善意ですよねでかつ第三者に当たりますから善意の第三者に対してはこの94条2項の無効を C さんには対抗できないということになるとするとこれもよく考えてみたら善意の第三者ってのがここが要件なんですよ 94条1項が起こっている時というかな通報虚偽表示がなされたときに善意の第三者が現れたら効果としては A から C に対して無効の主張ができないということになりますとするとどっちが勝ちますかということですね無効主張ができなくなったということは C さんが この所有権を得るるという形になるわけですでこれがなかなか難しいところで民法で一番,一番大切なところで当事者の主張っていうのはまさにそこなのよ A、こういう場面があった時にあの C さんは保護されるとううよく、ね、言われるんだけれどもまず主張として A の主張がスタートですよね、この場合ね要するに何勝手に人のもの持ってるのっていう、ね、で人のもの持ってるのはなんで返してよと何で返してって A さんは言うかというと A さんは94条1項で無効なんだから売買契約は B には私、売ってませんからと。 返してくださいそこがスタートでしょで、その返してくださいっていうこの主張が94条2項で潰されてるんですよかる、善意の第三者にはその武器は使ってはいけませんという形になるわけです、するとこの場合、どうしてこういうふうに言えるかというと、要は A と C が思いっきり利害対立してるんだよね、この事例はね、えー、要は A さんと B さん、C さんと3人いたときに、ね、じゃあ、利害対立したときに、じゃあ、なんでこういう94条2項のような、そういう法律ができたかというと、これ、よく考えて、どっちを保護すべきです 結局通報拠陣表示やってそれでなんか人に勝手にこうやって、ねえー、通報拠陣の相手方にパソコンを渡しているような人と何も知らずに入ってきた人だったらどっちを保護するかというと当然 C の方を保護すべきでしょうですよねつまり、この94条2項って何で作られたかっていうのは実は理由があるんですよでこちらのほうはちょっとレジュメも使いながら少し、ねえーとまあ、見ていきますけれども、まあ、2ページです、ね、あせっかくだから1ページですね せっかくだから、まあ、法律の勉強ってこういう感じで進めていきますが、えー、まず通報拒否表示ってどういうものかというと3つの要件がありました、えー、相手方と通じてしますとつまりお互いに嘘を言ったとお互いに嘘を言い合って、まあ、虚偽だからね嘘の意思表示をしましたでここでまあ意思表示って何かなって忘れない人は法律の勉強に戻る一番上に書いてあるから、ね、法律効果に向けられた外部表明ですね えー、そういうことをお互いに通報したその場合にはどうなるかというと無効になりますでこれが94条1項の効果ということになりますでただし、えー、94条2項ありますね無効の場合であったとしても善意の第三者にはた戦えない対抗できない とというここになりますのの下のアスタリスクはまだいいです。全員の第三者は対抗できないということになります。じゃあここでじゃあ復習ね、2ページ。<laughs> じゃあ、全員の第三者って何かはもう一度やっておきます。えー、全員っていうのは第三者としての地位を取得したときに虚偽表示の事実を知らない場合ですね。そういうことがあったことを知りませんということ。で第三者は一回置いておきますで。対抗することができないっていうのは、えー、権利や法律、法的地位を主張することができないこと。 とということですね、つまりその A さんの側から、憑依者というのは A さんということになります、その意思表示をした、通報虚偽表示をした A さんから第三者である C さんに対して、通報虚偽表示を理由とした無効主張することができないという、まあ、こういうような形になるわけです。<laughs> でじゃあこれが実際なんでかというのは、これの趣旨っというんですね、この法律が作られたのはなぜかというのがこの趣旨と呼ばれるもので、一般に権利外観法律と呼ばれています、で忘れている人はもう一度確認しておきましょう、まあ、正直、民法から入った場合だと実は初めてということになりますが、えー、全体構造で実はやっていて、もう一度、もちゃく重要なところなんで、ここはね、えー、全体構造でもちらっと,チラッと触れているところなんだけど、何かというと、まず、いいかな。<laughs> 例例えばこのような事例です A さん、B さんで通報虚偽表示をして C さんが善意だったと、まあ、こういう場面ですよねで、この時に A さんは当然落ち度があるわけですよね、あこんな形であれば A さんは当然、この場合落ち度があると実際通報虚偽表示をやってますからでこの奇跡性というのは一般的に落ち度のことを言います。 え何らかの落ち度があります悪い,こと悪いとは言わないけれども、えー、実際に嘘をついて虚偽の表示をするといったようなことを行っていますでそして、その結果、まあ、実際こういう形で虚偽の外観何かしらのさっきはパソコンでしたけど何かしらの虚偽の外観が生まれています。 A さんの落ち度のもとで B さんのもとに所有者であるかのような外観が生まれていますでその状況で C がそれを信じたんでしょとするとこのような状態で A と C の利益がバッティングするんですよ C が信頼してこれをこう手に入れたということになると A さんと B さんとの間でバッティングが生まれるとでこの時に落ち度のある A さんと落ち度のない C さんですよねどちらをしあの保護するかといったら当然 つまり、ごめんなさい、G、ちょっとぐちゃぐちゃになりますが、まあ、こういう価値判断が生じるんじゃないつまり、A と C だったら、まあ、まあ、日常的に考えてこ、この事案があったらさど、どっちを守ってあげたいかって、ど絶対 C ですよね、それなんでかって言ったら、A にやっぱ落ち度があるからなんですよ、自分でこういう虚偽行事なんかやっといて、権利を失ってもやむを得ないと。 その一方で C からしてみればそれはえ何も知らず入ったんだからこの人を守りたいという形でこの C を保護すべきというのがえこの趣旨にあるとするとこの94条2項というのはどうしてそういう立法があったかということの説明としてこう,いうと言われるの。権利外観法理の表れと言われています、えー、つまり、本人これ A というのはまあ一般的に本人というに言われるんだけど A は本人の奇跡性そして虚偽の外観が作出されちょっとこっちのを書きますね 第三者が信頼をしたのであれば、えー、本人の犠牲のもと第三者を保護すべきであるという価値判断が生まれるということになりますでこのような権利外観法理というのの表れというのがこのね、えー、通貌虚偽表示というものになるわけですねでこれってのはな何でかというと突き詰めて言うとねまあ民法っていうのはやっぱりあのー やっぱ契約がすすごい複雑に絡まるわけですよそうすると、まあ、さっき言ったけれどもあのその人の気持ちという意思を尊重するというのがどちらもちろんそうなんだけどやっぱ取引があるんだよ、まあ、よく取引の安全なんて言葉を使われるんだけれどもあのこれが例えば向こうがまかり通ったら取引なんかできないですよ。 目の前で B さんがこれもしパソコンを持っていたとしてもこれ虚偽表示の産物だったら手に入れられないので誰も買いませんよねこんなん、ね、そしたらやっぱり取引をちゃんとやるためにはこういういな善意で入った人も保護するというシステムが必要なのよで、その意味でこの取引の安全を図るためにこのような権利外観法理というものが導かれるということになります。 ですると、意外と難しいところにあっているけど、なかなか本質的な話に入るとね、実は民法っていうのは、2つの考え方に基づくと意思表示って、要はその人の心の中というものを尊重するのか、それとも外観を尊重するのかなんだよ、つまり94条1項というのは、その人の内心を尊重してるでしょ、お互いに売るつもりものは買うつもりないんだったら売買契約でな,ないでしょっていうね。 つまりお互いに意思が合致してないんだからそんなものは契約をすべきではないというのが94条2項でそれは AB 間では別にそれでいいんですよただ、そこに C さんが入ってきたらこれをやっぱり重視しなきゃだめでしょ売買契約があるかのような外見っていうんですかえそれを信用しなきゃいけないということになるのでちょっとレジュメの方じゃなくてごめんなさいさっきちょろっとやりましたけれどもちょっと1ページ目に板書を書いたけどえ94条1項は意思を尊重してるんですよ。ただその一方で 94条2項は表示を尊重して,るっているうとう読めるんだよねいいかなでこのように意思表示の、ね、最初一番最初だから、ね、民法のな,んかなかなか見慣れないところがあるかもしれないけどどっちを尊重するかっていうことで2つの考え方があるの,あの意,思意思を尊重するべきは意思主義って言います意思主義っていうのはその人の心の中を尊重して売るつもりがない買うつもりもないんだったら無効でしょっていう考え方でこれは94条1項はそれに表れているよね だけど意思主義って貫くととんでもないことになるわけだよいいよね心の中のことでみんな心の中のことで分かんないでしょ、ね。ということはその意思を全部尊重しちゃうと取引なんか成り立たないわけですよということは本人の気持ちと取引の安全とか、ね、そういった外部的な保護というものを考えたら94条2項はむしろこの意思表示に対してストッパーをかけてるんですねでこのような外側みたいな表示行為の方を尊重しましょうというのが意思の表示主義と言われるんです。 でえー、レジュメではね、ねそこのところ一番最初実は書いてるんですよ、えー、2つの大きな考え方で、一般的にはこういうふうに意思主義と表示主義っていうふうに言われていて、要は大体の場合、繰り返すと、意思と表示が食い違うんです、トラブってるときは、意思と表示が同じだったら何のトラブルもないですからね、えー、要するに心の中と言ってることが違うって場合に問題になる、でこの、まあ、ちょっと触れとくと、意思と、 表示が食い違う。でこのときにどっちを優先するんだよということを考えていくわけです、でその意思を優先すべきだという考え方が聞き慣れないけど意思主義と言います、つまりその人の内部を重視すべきだというのがこの考え方です。 つまり意思表示の過程っていうのは基本的に動機があっての内心的,的公開意思があって表示意思があって表示行為があるってすげえ複雑けど要は、こことここがぶれるんですよ問題になると、えー、要するに買いたいなてと思ってんるのにあ買いたくないって思ってんるのに買いたいって言っちゃったりするんでしょ。 わかりますね買いたいなんて思ってないと、えー、知らんがなと思ってるのに買いたいって言っちゃってるみたいに、えー、アルファとベータがずれちゃってる時にどっちの方の方向かというものを、えー、認めていくかというでそうすると意思主義っていうのはその人の心の中を重視しようという考え方でそうするとこれ表意者つまり意思表示をした人を表意者と言います意思表示をした人を重視しようという考え方になるでこれは先ほど言った通り、り94条1項はこれに表れてますよね94条1項というのはこれに表れてるだけどその一方で、えー 内心者がどうあれ表示されたものを重視しましょうとつまり相手方を要請保護しなきゃいけないというそれも当然あるでしょいいよねどっちだよということがあのこの意思主義と表示主義つまり意思主義を貫いた場合にはこれは表示者保護に傾くよね意思,意,思意思表示をした人ね 表示者に傾くわけですでそれに対して表示を重視すれば取引の保護になるでちょっと1回目の講義最初に言っておきゃよかったけど最初の1、2回は結構書いたりしますのであのそこはあの復習する際に、ね、あの見ていただければと思います最初はまあ手を動かしながら、ね、この民法の考え方みたいなのを一緒に学びましょうみたいなとか入門の、ね、最初ですからね。まあ でそうすると民法って何のためにやるかってなんか分かるでしょこれって突き詰めば結構何もなかったら哲学的な問題じゃんわかる人の心の方が大切なんだよっていう人といやいや喋ったことが大切なんだよっていうのどっちが大切なんだっていうことを何のルールもなかったらそれこそもう解決しないでしょ俺はこう思うから俺は内心,で内心を信じたんだとかね <laughs> 俺は取引が大切だって言ったらそれはもう世の中回らないじゃあ世の中回すためにどうするかってルールが必要なんです でそのルールが民法だと思ってくれれいいでそうするとこの民法ではどうやるかというとうまくバランスを取っているんです94条などきれいなバランスじゃないですかつまり相手方がいなかったらいいんだよ2人で勝手に嘘を言い合っているんだったら勝手に言い合ってくださいよと2人の意思尊重しますよという話でしょつまり94条1項というのは意思主義になるわけですよね意思主義が採用されているけどでも第三者入ってきたらそれはダメだよと。 え他のやつが入ってきてそれで、ねえー、その人が害されちゃまずいよとそうすると意思主義がベースになっていきながら第三者入ったら表示主義になるというそれが民法の考え方つまり、まあ、原則として意思主義が採用されて相手方とか第三者の保護が必要がある場合に表示主義になるというイメージだから例としては94条1項の場面では、えー、っと意思主義ですよね意思主義が取られるけれども 第三者が現れちゃったら表示主義へと修正されていくというそういう形になりますいいですかねでそんな感じで、えーまあ、見ていくと、まあ、だいたい通報虚偽表示っていうのがちょっとずつ見えてきたと思いますでそれではですね、えー、ここまでのところだいたい民法の94条の解釈論という形になるんだけれどもじゃあ、えー、せっかくですから少し、えー、いくつかやりますが じゃあちょっと飛ばしているところはまた、ね、あのやりますからね最終的にまとまっていきますがそもそもこれさ第三者って何かもちゃんとやっていきたいですよね、えー、要件というのはこれからあの条文読むときに大切なことは要件、効果がまずは分析できることそして必要なものについてはなぜそれがあるかと理解することそれが趣旨って言いますやりましたね94条2項は権利外観法理っていうね、えー ちなみにこれめちゃくちゃ重要ね、A が悪本人が悪くて虚偽の外観があって、第三者が信頼したら第三者を保護するんだっていう考え方、これに基づいてできてます、でなんでこれを覚えるかって、抑えるかというと簡単だ民法で同じのってたくさんあるから、で勉強するときにこういうときどうなるかなっていうのって初めて見るときってあるでしょ、あのこれ多分、権利外観法になるんじゃね っていうようよな頭の使い方ができると初めて見る条文を見たとき、まあ、れ権利外観法りだよねという感じであの処理できちゃうんですよ、処理というか、ね、頭の中で整理できてくるのでその重要な観点になるものは一個一個押さえていくとただ要件、効果、趣旨、そして要件、効果、趣旨もそうだし最後にはこの言葉の意味ですよね、言葉の意味。えー、このような善意とは何、第三者とは何対抗できないとは何、これは定義です。つまり、 法律の勉強において入特に初学者がまず引っかからないようにするためはその主張を大切にすること,とうがもう大前提なんだけれどもも、まあ、これは書かかななくても大丈夫かな要するに要件・効果をまず分析することそして、えー、趣旨を取ること必要に応じて、ね、この条文は何のためにあるんだそして定義を示すこと定義が必要なものはどんなものかということを自分で言えることでそして最後にそれを。 具体例で理解することここまでできたらその条文使いこなせるっていう感じなんですよでそれをまあ最初1個1個やっていこうぜっていうのがね、えー、民法の話ということになりますじゃあなんかそうすると気持ち悪いことが出てくる第三者やってないですね、えー、第三者って何か一応、ね、定義あります、えー、とこれはすごく複雑なんですが言葉よくないですが覚えちゃってくださいこれは。あの 第三者って何かというとこの辺は1回置いておいてですあのすごい長いですが虚偽表示の当事者および包括証券人以外のものであって虚偽表示に基づいて新たにその当事者から独立した利益を有する法律関係に入ったために虚偽表示の有効無効につき法律上の利害関係を有するに至ったものというのがあってでこれを丸暗記する必要はないです要は第三者って何かというとまずいろいろ書いてありますが新たになんですよ。 つまり A、B さんが虚偽表示した後にやってこなきゃだめです。じゃなくてだけ信頼がないでしょ、その人が後から来た、つまり新たななんですよ、そして A さん、B さんとグルだったらなんの意味もないですよね、A さん、B さんの利害関係とは全く違うところから、外からピョコーンと入ってきている場合で、これが独立している必要があります、つまり新たに独立して、そしていろいろ書いてあるよ、法律上の利害関係を有するに至ったもの。 とということになります、えー、と一応、ね、これ細かい話になりますけど復習するときには余裕があったらスララスラっと言えるのが理想だけれども、えー、まずは最初の段階では第三者って何と言われたら新たな独立した法律上の利害関係を有するものと考えてくださいでこれはどういうことかというと C さんが保護されるためにはさすがにそうじゃなきゃまずいでしょだって新たじゃなかったらどうです A さん、B さんがこれ、通報協議表示やってるときからこの C さんが関与してたらさ、この人保護する必要ないでしょ、要するに通報協議表示の後に入ってこなければさ、保護に値しない、であと A さん、B さんと独立してなかったらだめでしょ、A さんの関係者、B さんの関係者であれば、そんな保護に値しないでしょ、つまり独立しなきゃいけない、そしてあとは C さんが、そもそも利害関係として法律上でなければ、民法で保護に値しないでしょ、わかる、あのもわいそうだねとか、そんなんじゃなくて、この場合だったら所有権が絡むんですよ。 るね、所有権が得られるか得られないかの瀬戸際でしょ、つまりなんか,か,かわいそうかそうじゃないかとかね、えー、そういう話では第三者にならないということ、つまりこの場合だったら典型的なのは買った人ですよ、こういう買った人というのは当然、所有権を得られるか得られないかというその民法という法律上の利害関係を持つことになる、そのようなものを初めて民法を守るとすると、この第三者というのは新たな独立の法律上の利害関係ということが必要になる。 っていうことになるよねそうすると意外と94条2項ってしれっと書いてある1行なんだけれども読んでみると意外と深いってことがかるよね、えー、するとこれが要件効果分析の中で善意の第三者の対抗の定義のところは善意というのは通謀虚偽表示を知らないってことですね通謀虚偽表示を知らない第三者っいうのは新た,に法律新たに独立した利害関係に入ってきたものがいるわけですそういうい人が出てきたら虚偽表示の当事者は その第三者に対して無効だって言えなくなるんだっていうそういう,ふうなあのまとめになるわけだよ、ね、でなおですけどちょっとこの復習する際に出てくるんで言っておくと包括承継人って言葉が出てきてますこれは言葉はね初めてだと思うんで後でどうせやるからね包括承継人って何かというと相続人みたいな人たちあの要するにお父さん、お母さんがいてまあ両親が亡くなるとまあ子供が一人だったら相続しますよね。 そうするとあの相続って難しいもんであのでお父さんお母さんというのは非相続人なんですが非相続人の地位を丸ごと引き継ぐんですよ丸ごと引き継ぐんですですから例えばこの場合 A さんが仮に亡くなったとしますね亡くなった時にこの人が D, D さんが子供がいたとしますこの D さんは A さんと同じ扱いになりますなぜかというと A さんの地位をそのまま承継する承継って引き継ぐということになりますですのでこの当事者および包括承継人って書いてありますが この包括承継人というのは相続人などこれ、本当はね論文とかの問題になると相続人絡むとすげえ難しくなるんですよ。相続人はちなみにイコールなんですよ A さんが亡くなって D さんが相続になると D さんは A さんと全く同じになりますなぜかというと A さんの地位を丸ごと承継しますからあの第三者には絶対なれないんです。 あの、そういうもんなんですね。それが包括承継と呼ばれているもので。ちょっと条文興味がある、興味があるかっていうか、ね、まあ、引いた方がいいですよね。あの、包括承継っていう言葉はね、なんで使われるかというと、丸ごと承継するって意味なんだけど。ちょっとやっといた方がいいかな。えー、っとね。はい。ちょっと待ってくださいね。えー、っと、どこから始めようかな。 はいえーね、896条という後ろの方にあるんですよ、すごい後ろの方にあるんだけど相続の効果ってそうなんですねなんか相続っていうとなんかさあの、あれでしょ、ちょっとした一般的なイメージだとさ亡くなった人の財産をもらうってイメージでしょ。<laughs> 亡くなった人の財産をもらうとか、まあ、亡くなった人の借金を背負うっていうイメージでしょうあの。実は違うんですよね、法律ね。えー、もらったりね、あの引き継いだりあ、もらったりするんじゃないですよ。もうこれは相続人は相続が開始する。これ相続開始というのは亡くなった時です。亡くなった瞬間から一切の権利義務を承継するんです。つまり丸ごと引き継ぐことになるから、ただもらったりするわけじゃないんですよ。 まあたとまあ、一つの例としてはお,、まあ、お父さんと息子さんという2人という例の方が分かりやすいと思うんですけど、まあお父さんが亡くなった瞬間にお父さんの地位が全部子供に行きますですのであの、要するにあげたりもらったりという話じゃないですもう権利義務が一切、承継、これ引き継ぐという意味ですねですのでもうさっきの例で言えば被相続人の地位がイコールになってしまうということになりますでこれが896条という条文でとすると繰り返すけど相続人などは要は当事者になっちゃうんです。 同志されるんですできるんじゃないです同志されるんですこれは民法のちょっとせっかくですから条ですね、えー、民法869条の規定で当事者と同志されることになりますので、えー、このようにちょっと戻りますけど上の方にちょっといきますけど当事者包括証継人以外というふうになるのはそこなんですね第三者というのは絶対に相続人は入らない というののが、ねえー、一応権利関係ルルールになりますでそうするとこの、ね、法律の勉強を復習するときのコツっていうのもここで改めて言っておくと一個一個の定義みたいなのを結構噛み締めていくんです。最初はでそうやって噛み締めていくとだんだんスピードが上がっていくから自分の中で処理スピードがねで一番最初はもう何でもかんでも知らないのは当然なんですね初めてだからねそそしたらその初めてのところを一個一個抑えていくとちょっとずつスピードが上がっていくっていうイメージになります。から最初はちょっと、ま まどろっこしいかもしれないけどこの第三者だったら、ね、新たな独立の法律上のというのは何で、何で、何でってことを自分で自問自答するんですすよ自自問答自ればこれ例えば覚えてってさっき言ったけど覚えなくてもよくなりますな,なんで分かっていることになるから分かっているから自分でスラスラ言えるようになるしこの包括証継人以外のものでも何回もやってると相続人は当事者と同じっていうのはなんかプッと出てくるから相続人は当事者と同じ扱いになるよっていうのがパッと出てくるんでそこのところで何と処理できるようになります。 で少しちょっと順番がずれちゃいましたがじゃあどういう人が第三者になるかというと少し例を教えておきます。あのこれはあのぜひ押さえておいてくださいちょっと図も書きないますあの3つありますけど、レジュメの方はまあこういう形で書きましたが典型的なのは転徳者と呼ばれるものちょっとこれ書きますけどレジュメだとこういうふうになります、えー、不動産の数を譲り受けからさらに譲り受けたものというのは一,応、ね、一番上に書いてますが、まあ、シンプルに言うと A さん、B さん。で 慣れてくるるととこういうい図がさっ書けるようになります、えー、通報求議表示があってこの人が土地持ってますこれを買い受けたものこの人は第三者ですあ譲り受けこうです、ね、譲り受け認定が譲りごめんなさいちょっと字ときれいに書きますね譲り受けという場合ですねでこの場合この C さんは第三者に当たります、まあ、OK ぐらいで、ねえー、当たりますと。 でこれは今までやってきたもので、えー、民法の勉強をするときこのパターン必ず押さえてください、えー、要するに94条1項があってその後譲り受けた場合のこのような譲り受け人というのはもう典型的な第三者もう新たな独立した所有権を得るからね所有権に関する譲り受け人ということになりますであとは他の例いくつか2つ目これねちょっと大変かもしれないけど最初は初めてかもしれないけど押さえておくとよ A さん、B、これ A さん所有者ね A さん所有者ね で2つ目の例としては仮想譲り受け人、まあ、こんな感じですね。今こここここうありままます。でここでいいね。ここまで同じね。同、え、じ、ー、ちなみに、ね、不動産を持ってると、まあ、できることってたくさんあるんですよ、まず1つは単純に売っちゃうと売っちゃうってことありますよね。でだけど不動産を持ってると、ね、もっといろんなことができるんですよ。不動産持ってると、 まあまあ、すごいざっくり言,って言うと銀行から金借りられるんですよあのどうしてかというとあの例えば C を銀行だとします銀行ってお金貸すのがまあ一種の仕事なわけですよじゃあ銀行が例えばお金貸す時でただで貸してくれるかって貸してくれないんですよね、まあ、貸してくれる人も中にはいるかもしれないけれども、えー、銀行というのはまあいきなり、ね、お金貸してくださいって1000万貸してくださいって貸してくれるはずはないんですねどうやって借りるかというと、まあ、借りようと思う人は一つの例で担保を持ってくるんですよ もう金返せなかったらこれ持ってっていいですよっていう担保を持ってくるでその時に、まあ、一番多い担保って何かっていうと人だったら保証人連れてきますわな、えー、この人、連帯保証にしていいからっ,つってお金を借りてくるけど、まあ、連帯保証人いないケースもしくは人ではさすがにちょっと信用できないって場合だったら不動産持っていくるんですよ、差し出すんですよあのこれ返せなかったら持ってっていいよと売っ払っちゃっていいよと。 いうことをのの時どうなるかというと銀行からすればこの不動産が1000万以上の価値があれば多分貸してくれますわ、まあ、かるこの不動産が100万だったら無理よ100万,100万だったら1000万貸してもね貸し倒れちゃうけど不動産にその価値があれば最悪返せなかったら取り上げてればいいんでしょっていう形でできるすると銀行は何するかというと初めて聞くかもしれないけどね抵当権っていうのをつけるんですよ 低等権って何かというと、講義の中では第、えー、7、8回ぐらいになるのかな、えー、で扱うことになるとは思うんだけれども、もうちょっと後とかもしれない、要は不動産に対してこういう形で、首根っこを捕まえる制度だと思ってください、で金貸すときに首根っこを捕まえて、返せなかったら競売かけて、っっ売ったお金、自分のものをすんぞって言って、まあ、借金回収すると、えー、借金の担保にするのが一般的な制度です。それと銀行からすると、B さんが金借りてきたと、こいつが。 B さんが金借りに来たらし銀行は俺ここにこいつ不動産持ってんじゃないかって定当権つけるとします本来これ無効ですよ本来はねだってさ通報虚偽表示なんだから A さんの土地じゃないですか A さんの土地だから無効だけど C さんはこれ定当権つけることによってあの新たな独立したこれも法律上の利益でしょ定当権というねということはこの人第三者になるんですよ えー、第三者になるんですとするとこの定当権がついた場合には A は自分が所有者だと言えませんつまりこの場合には A は所有者だと言えなくなります、えー、つまりこの定当権の無効を主張できません、えー、実際こ,のこれが通報虚偽表示が無効だよということを主張できなくなりますから、まあ、銀行はその保,護、まあ、保護されるということはよくないかもしれないけど銀行の,その定当権は有効なものとして扱われますそれだけ、まあ、この第三者に入るんですよで でもう1つだけちょっと難しいのやりますねもう一つだけ難しいのやるけれども、通報虚偽表示に、あ、いいか、この辺願しとこうか、まずは、えー、とこれ、入門段階だとこのあたりでいいかなと思います、まあ、典型的な場面は、このあたりですね、えー、この、えー、不動産の仮想譲り受け人からさらに譲り受けたものとか、えー、もしくはこのような不動産付き抵当権設定を受けたものについては、第三者に当たるとされます。 でちなみにあの否定例とかについてはまた後でねで戻った時に結構細かい話はやりますのでまずは押さえていくところを一、ね、個一個押さえていってくださいでその上で,です、ね、じゃあ94条2項ってどういうものかって大体分かったと思うので少し応用問題を、ね、やっていこうかなと思ってまして少し事例問題やってみましょうかね、えー、2人だったらまだいいですあの事例問題集というのがありますので、まあ、問題集でも解説集でもいいですから、まあ、1ページ目をちょっと見ていただけいて、ね、大体この意思表示ってこうあったら10問ぐらいあると思うんですけれども えまずは最初に、えー、1ってはちょっと見ていただけると、はい、こういう場面です。あの、問題集でもいいです解説でもいいですからね。えっ、ー、と、AB 間で、えー、土地の仮想譲渡が行われたという感じですね。A 土地の、そうですね。A 所有の土地がありますと。で、A から B へ仮想譲渡がなされました。まあ、これ所有じゃね一番ね。A 所有の土地がありました。で、これが A が B に対して仮想譲渡しました。 で、仮想譲渡と時はこうやって書けばいい。通報拠棄表示ですね。えー、仮想譲渡になりました。で、その後に、まあ B さんが持ってます。その後 C さんに行って、D さんに行ったと。もう次々こう点々譲渡と言います。えー、次から次へと譲渡されたという状況があったとします。で、まあ実際これが B から C、C から D と言います。まあこんな形で譲渡されていて、今 D さんがいます。 え問題になるのは、これ一つのまずウォーミングアップです、C さんが善意で D さんが善意だったら絶対大丈夫ですね、これいいですよね、D さんは保護されそうですよね、だって94条2項で C さんが善意ならば、ま,あ、まず C さんは善意の第三者でしょ、でかつ D さんも善意だったらまあ特に問題なさそうな気がしますですが、まあ、まあ、大体こういう時って問題になるのは、AB 間の仮想譲渡、つまりこれについて、C さんは善意だったんだけど、D さんは悪意だったとします。 このとき D さんは当然これ今ぶつかっているの権利関係ここでしょ A と D でしょ A と D で、まあ、D が保護されるかっていう問題これが1問目でなおですけど、えーまあ、同じような問題もやるんですけれどもまずはこんな感じですねでこのとき D を保護するかどうかっていうのは実は結構難しいところはあるんですよねでじゃあ実際じゃあどうなのかっていうと これちなみに結論はしっかり決まっているというか、ね、判例があるところですから押さえてほしいんだけれどもあの判例は、まず、ね、この段階で94条2項の第三者に当たりますよね、C さんね当たりますよね、この時点で権利関係が確定します、つまりもうこの A と C との関係でこの段階です。 あのこの関係で C が確定的に所有権を取ります確定的に所有権を取りますですから D が悪意であろうが知ったことじゃないですいいつまり一人でも善意者が現れたら勝負ありですつまり D さんがこれ悪意でしょ通報拒否表示してたとしても、えー、C さんがこの段階で善意でしょ善意であれば94条2項で保護されますから、えー、A との関係では C に対して無効主張できないので結果 C が確定的に所有権を取りますその D は 結果的に所有者から普通に買ったってことになるんです。とすれば D は悪意でも所有権得られます。というのが一応まず1問目の考え方なんですねちょっと難しいでしょででこれで覚えなさい」って言っても当然覚えても意味はないですなんでかって忘れちゃうでしょじゃあなんでかっていうと理解するのが大切なの これ、考えたら D が悪意だからね、こいつ保護する必要ないじゃんって思うかもしれないでしょ。だけどこれ、やらないとまずいことがあって、もしこれさ、D が保護されないとしたらどうなりますこの後、バイバイで、全員者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 ってずっといて、50人ぐらい譲渡して、51人目で悪意出たら、それで、その51人目の人は保護されないの いいうのはおかしくない少なくともあの考えてみれば分かると思うよど、売買が4人だからまだいいけど、誰か1人でも悪意者がいた瞬間にその人が保護されないということになっちゃうと、権利関係、ものすごいほぼ複雑になるんですよ、だったら1人でも確定しちゃいましょうという、つまりこれはあの解説の方にも書いたけれども、あの法律関係の早期確定なんですよ、法律関係の早期確定。えー、つまりこのような 取引きというのはすごい複雑になっているわけだからこのようなたくさん点々譲渡されるようなことを予想されるのであればまあ解説にもちょっと書いたんだけれどもまあこういういう94条1項での譲渡があってですね94条1項での譲渡があってその後に全員者が現れて悪意者になりましたとまあこういう場面であればまあこの段階で権利関係確定とまあさっきと同じ図になっちゃいますが権利確定だからこの人が所有権者になると。 そしてそのまま A は、こういう形ペケって書いてますけど、所有権を受とで、これはまあ一般的に言われているのがね、こういうふうに言われているぜ、絶対的公正なんて言葉はありますけれども、要は善意の権利取得者からの転得者が悪意の場合であっても、有効に権利取得ができるというのがまあ結論になりますで、この結論はやっぱり理由付けが大切です、あの特に論文式試験で問われる場合には、必ずと言ってもいいんだけども、も理由を書,書かなきゃいけません。 こういう場面が出たときに結論、こうです、終わりってわけにはいかないです、なぜかっていうことを言わなきゃいけない、でそのときにやっぱり重要なベースになるものの理由付けっていうのは頭の中に入れておく必要がある、例えばこのように点々譲渡が繰り返されているのであれば、やっぱり権利関係の確定っていうのは絶対に出てくる、なぜかというと、94条2項の趣旨って何でした取引の安全でしょう。ということは、その取引の安全に資するような形でやっぱり解釈をしていくとすると、やっぱりこれが一番大きい。 ですねえー、法律関係の早期確定の要請からすれば一人でも確定的に所有権を得たのであればそのまんま、えー、D さんも所有権を得られるとすべきと、えー、いうことになりますいいかなでなおですけどねこれちょっと細かい話になるけれども参考までに言っとくとこれも,もしも、ね、ちょっと難しかったら難しいって感じでいいんだけどこの図でね D が所有権を得られなかったらどうなると思います この,この図でね、まあ、一応、得られるってことも結論づついちゃったけどこれがもしこれ所有権が D さんが得られなかったらどうするかというと多分ね、ね C さんに責任追及されるんですよだって手に、契約結んだの手に入らなかったでしょ何やってくれてるのって話になるんですでこれは難しい話になるからあとになるんだけどもあのそれは契約責任といって C さんと D さんとの間の要するに契約で要は目的となった所有権を D に移すって約束があるわけだよ売買契約で。 とということは結局、人のものだったとは言っても CD 間の約束の中では所有権をちゃんと移してあげるという約束は当然あるわけですよね、売買契約である以上。とすると C は D に対してそういう債務を負ってるんだよねで、もしそれが果たせないとなると債務不履行といって損害賠償などの対象になるんです。とすると、落ち度がなかった C さんがが落ち度があって D さんがいて D さんが C さんに損害賠償を認めるってことになるよね、手に入らないならば。でそれはおかししいでしょっていう それはさすがに C さんに対して良くないで、これがここなんですよ、下に書いた理由なんですよ、でも有効に D が権利取得できなかったら悪意の転得者の人があの、まあ、D から追奪されるというのは要するにこれ持っていかれちゃうんですよ、結局かるこれけけかる、ね、D さんがもし保護されないんだったら A さんが所有者だから A さんが取り返して持っていっちゃいます、いいですね A さんが取り返しちゃいますで、取り返されれば D さんは C さんに対して責任重視しますよ。 何やっってててくれてんだっていうねそうすると結局税収のたり担保責任っていってあの何,何してくれんじゃっていうことを追及されることになってそうすると94条2項であの保護されるべき C が D から詰められるっていうわけわかんない時代になるんだよだからそれはやっぱり避けるべきだっていうのも一つの理由になるけど、まあ、これはもう一つ一つの理由なんだけど、まあ、そもそも試験対策ではここでフィックスっていうのがいいと思う権利関係を確定させるっていうそういうふうな、えー、ところが目的になります でまあ、一応、これが、ね、一つの答えなんだけれどもただ、この結論ひちょっと問題はあるんだよ、まあ、もちろん参考まででいいからね一応、これいいですね、こうなれば、えー、と A が B いて C がいて全員、えー、者がいて悪意者がいたら、まあ、悪意者が保護されないと、まあ、これ終わりって話になるんだけどあ悪意者が保護されるってことになるんですよ、これでも所有権得られるとでもこれって実は一個抜け道ができるんだよね。 A さん、B さんが通報給与費やってますこれは落書きだからこれ書かなくて大丈夫 A さん、B、さんん B が通給油やってます。D さん、この土地すっげえ欲しいですでも悪意なんですよ悪意だからこれ買っても持っていかないとだめでしょ悪意だから保護されないですよねで、D さん考えるわけですその辺の知らない人連れてくんですよおいでおいでっつって,ってで C さん呼んでくんですよおいでっつって,ってなんかちょっと頼みがあるんだけどこれ買ってきてくんねえか C さん何も知らないのが分かったって買ってくるよって,って買ってきて買ってきてこうやって言っちゃうとつまりあの D さんはこの場合だったらね悪意者だから何もなければ94条1項で無効なのを知ってますからそうすると善意の第三者じゃないからもし仮に直接買い受けると A さんから取り戻されちゃいます無効だってじゃあどうやったら保護されるかなって D さんを悪知へ働かせれば間に善意者ぶち込めないんですよ 間に一人でも知らない人を連れてきて権利関係を確定させちゃってそこから用意しょってもらっちゃえば自分のものになるっていうそういうこの考え方欠点があってだからその辺のところはやっぱ批判としてはあるんですよ。えー、でこういうのを、ね、何て言うかというとわら人形というんですよ、えー、要するに間にわら人形をぶち込んで、えー、代わり身代わりになってもらってそれ入っちゃうと自分のものをしちゃうとでそうすると批判としてはこういうのを言われているの。悪 あのわら人形を介在させて不当に保護を受ける恐れがあるからこの考え方はよくないなんていうふうに言われたりはしますでもそれを、そのリスク考えてもやっぱり法律関係の安定っていうのが大切なんだろう、ね、一応ね、ねこれはちなみにあの判例って書いてますけども講義でもやってますがこのような事案で最高裁判所が示した見解ですで最高裁判所が示した見解というのが判例で基本的にはあの学者さんになるということでなければ 試験においてはその判例の立場というものが一応最優先されると考えてくださいなぜかというと司法試験とかになれば特にそうだけど実務科登用試験なわけですよということは私はこう思うって書かれても困っちゃうんですよ同じような法律相談された時に今までの最高裁はこういうこと言ってるからあなたの事案はこうなるよっていうふうに説明できて初めて実務科としてのススあれでしょ資質を果たしたことになるわけだからということはまあこういう批判はあるけれどもっていう感じでこっちをちゃんと押さえていくということが必要になります いいですね、でもちろん、これは頭に入れると損はないからね、えーなので。なので、だからこれね、すごくバランスのいい考え方になると、原則こうなんだけど、わら人形の時だけはだめってやってもいいんだよね,いいよね、こういう批判があるから、原則としては、判例はもちろんこういうふうな形になるけれども、まあ、わら人形のように使った場合のみは、えー、これは認めないっていうふうな形で考えるというが見解もあったりする、なので、まあ、一応、今回は判例立場だけでもいいけれども、批判も一緒に押さえておくと。 いうことになります。で、ついでにですね。ちょっともう一つだけ問題ちょっとやりたいんだけれども、この権利関係において意外と大切なのが、この94条2項っていうのは基本的にはここまでやったら休憩しましょう。<laughs> このパターンもあるんですよ。a から b に行って。もうこれ本当にそうなんか？法律の勉強ってすごいスピード感を持ってやるときって。こうやって書いてわかるんですよ。もう。 これでもう分かるんでしょうそれが何かあの法律の,なんかその反射神経みたいなのがあってこういう状態になってるとでそしたら C から D に点々譲渡で D が今持っていると点々譲渡で D が持っているさっきはこいつが善意,あ善意で悪意こうだったらどうですかという問題ですまあこの時どうなるかっていう話なんですが結論からすると これれは D 保護されるね。だって D はこれ保護されるべき趣旨に当てはまるでしょ。で、あの大切なのは保護されるかどうか考えるときに覚えるんじゃなくて考えちゃうんですよ。あのこれ何、なんだったかって94条2項の趣旨って権利外観折りでしょ。例えばここの C がこう持ってるのを信じて入ってきたんでしょ。D さんは。ということは D っていうのはもちろんこれはあの94条2項で保護されます。<laughs> えー、ということ。まあ、間に悪意者が入ってもね。 だってそれは94条2項の趣旨であるところの権利外観法理に当てはまります、虚偽の外観を信じた第三者で A さんは奇跡性あり。ということは、権利外観法理に当てはまるじゃん。でこれがねでも本当に まだ1回目の講義前半なんだけど前半やってみると分かるでしょあの法律の勉強ってこうやってなんか法律の頭にしていくとこれでもうなんか理解できちゅうになるんですだって権利外観法律っていうのが頭の中入ってる前提よ A が落ち度があって虚偽の外観があって D が信じたんでしょでね A に落ち度があって虚偽の外観があって C が信頼したんでしょということはやっぱり D っていうのは保護されるべきじゃないって考えていけばえこの場合94条二項で含まれるとなるとこれはどういう理解かっていうと D も94条2項の第三者でこれはよく言われるのが言葉になるけどあの次々受け取った人のことを転得者って言うんですよ転得者もごめんなさい94条2項第三者に含むなどと言われますでそうすると試験対策という観点からすると結局、○×だろうが×○丸だろうが D は保護されるんですよ ということになっちゃうんだけど、あの、理由だよね。理由だよね。ツ丸でも丸ツでもいいよっていうすごい身もふともない答えを私は言うことになっちゃうんですが、えー、そうするとですね、えー、少しレジュメの2ページの方に戻りますが、えー、つまりこういう感じですね。まあ、第三者からの転得者なんていう話になるんですが、まあ、まとめたものではあるんですが、要は C が悪意、D が善意、でもこれ OK ですね。D 保護されます。 D が C が善意、D が悪意でも結局 D は保護されるということになります。でも理由が違うよね、理由が違うよねあのこっちは端的にあの94条1項があって、えー、C が悪意で D が善意だったら D が要するに第三者だって言っちゃえばいいね。いいねこれは えとこっちはそういう理解だよね。転得者も第三者だって理解になる。だけど下、下はここでフィックスされるんでね。ここでフィックスされるんだって発想だよね。こっちの方はね、バ×って言った場合ね。 え通防虚偽表示丸×という場合にはこの丸が1人出てきたからここで権利関係が確定していくよという形でこっちは理由付けとしては絶対的構性になるということでこの違ってはいるんだねという形でえ一個一個事例を見ていくということが大切になる。 でこのようなとするとなんとなく一つのポイントとして押さえてほしいのが次から次へとポン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 っていくのを点々譲渡と言いますで点々譲渡の場合には例外はあります,よ例外はありますけど基本的に94条の問題になりやすいです、次から次へとででそれに対してこの不動産の譲渡を点検するんだけど不動産とかいろんな譲渡の場合大体もう一つのパターンがこれ点々譲渡で次、次,次、次っていくのは点々譲渡。 でそれともう一個はこれなんですよあるものを起点とした、えー、こういうい譲渡つまり二重に売っちゃうということ不動産の場合だったら要するに売りますって B さんに売ってそれでなんか B さんに売った後に C さんにも売りますってやって二人に売っちゃうみたいなね、えー、そういうのを二重譲渡って言うんですでこの二重譲渡についてはルールだけ知っておきましょう早いもん勝ちじゃないんですね。 えと民法の177条を開いていただけるとまだ初めて見る条文だから、えー、と何言ってんのこれってなるかもしれないけど177条はチェックだけ入れとくといいです不動産については、えーとね、登記をしなければ第三者に対抗することができないとされているんですね。 登記っていうのはなんか不,不動産の,なんかその手続きみたいなもんです <laughs> あの誰が所有者かっていうのを法務局に行って登記って言ってね登記をしてもらう必要があるんですよ、登記、えー、っていうのをしないと第三者に主張できないっていうのがあるんですよ、でこれについてはこの二重条と、まあ、詳しい解釈論はこの177条にあるとおり、ね、不動産における物件の特兆変更は登記をしなければだめですよっていう,ふうに書かれているで。これは あのまあ、典型的には二重譲渡の例なんですがその時にこれがどういうことかというと登記しなきゃお互いに自分のものだと言えないということです。ということは簡単に言っちゃいます登記備えりゃいいんですというこれはすごいざっくり言えばね。 ただ正確に言えば登記を備えた者には勝てないの正解です1 0 7の正式読むのとね、登記を備えたもの正式にはね、つことができませんとというのがあの、権利を言えませんというのが正確な理解なんだけれども、えー、ただ、まあまあそ、それを普遍してしまえば結局、二重城としたときには、どっちが先かではなくて、登記の戦後で、えー、ある程度優劣が決まってくることになります。 なのであの二重譲渡型とその点々譲渡型っていうのを今日頭に入れておくと意味一本一回目でやることじゃないのかもしれないけれども今日の応用的な問題でやりますからそうするとなんか不動産が二重譲渡された場合には当期の戦後で決まるんだけれども点々譲渡の場合には94条2項になるでなぜかというと理由はシンプルこれ全種公種なんですよ、どこまでいっても。こういういベクトルでいうとすでにこのベクトルしかないでしょ。こう どこまで行っても全種・公種の関係だからあの対抗関係とならないんですよ。えー、要するに次から次へ次へ次へね。でこっちは要するにこのある一点を起点としてこういう形で二重に売られてるっていう場合になるわけですね。でそうするとじゃあこのような2つのパターンっていうのを頭に入れておくてこの二重序と嫌ってことやるから嫌ってことやるからあの今後ねもう忘れたくないぐらいやりますんで,でそうするとこれが組み合わさるとどうなるかで。 えまあ休憩挟んでからっていうことになりますがこうなったらどうなると2番みたいな問題が出てくるわけですよちょっとなんか94条から離れているようで実はね最後戻ってきますけどえっと2番の問題のように AB 間で虚偽表示があるでしょ A 所有者です, A 所有者です AB 間で虚偽表示がありますで B であるかのような外観があります B でああるかのような外観があります。えー、そして陶器、登記、今回、登記もついてます。登記というのはそのそ、さっき言ったやつね、あの不動産、誰のものですかというのを、まあ、法務局にとかに言って、それで登記官という人に表示してもらうんですよ、登記という形で,で,で、外からこの人の問題でわかるんです、登記があって、その後ですね、登記名義がこうとなっている高土地が C に転売されています、C 全員です。 でこれだったらももういいよね C 勝つよね。ね。勝つ何もなく。ただ問題を見ていくと厄介なことですところが A が土地を D に売っているんですよこの時所有者誰という問題になります、えーまあ、でもこれここまでや,やれるかもう終わりだからこれ問題としてはあのこれって2つの問題の組み合わせだよね。 つまり AB 間で二重あの通報協議行事があって C さんが B さんを信じて買ってるから C さんは94条2項の第三者で保護されますいいですねつまりこの人っていうのは所有者たりうる、まあ、いわゆる権利みたいなのを持ってるわけですよいいよね所有者たりうる権利は持ってるただその一方で、A、要するにこれ A さんからはもう所有権主張向こうが主張できないから C さんは A さんに対して所有権を主張できる立場にあるただその一方で所有者である A さんが D さんに売っちゃってるんです ってなると、これどうなるかというと、通謀拒否表示が絡んでいても、結局のところ、全種講師の関係、さっきやったよね。点々譲渡は全種同士の関係で、まあ九条十二条適用されているけどね。とすると、これってのは突き詰めて言えば。A. を起点とした二重譲渡なんですよ。A. を起点として二重譲渡なんです。 えー、つまり A、B で通報拒否表示があってこのまま B から C にこに点々譲渡したんだけれどもこの点々譲渡ってあくまでも94条2項でこの人保護されてますから A に対して所有権主張できるでしょ要は A に所有権主張できるでしょ AD はこれ契約当事者でしょ D は A に所有権主張できるでしょお前、買ったんだからって言った話。うん、ということは A に所有権主張できる関係のものが C と D2 人いるってことなんですこの問題ってのは。 分析すれば、ね、だから難しいこと言ってるけれども要は A からしてみれば C, に対 C は A に対して俺のもんだって言えるわけですよで D は A に対して勝ったのは俺だから俺のもんだ当然契約当事者が言えるとすると A に対して所有権に言えるものが2人いるんでしょこの2人の関係 A 起点に考えれば結局こういう矢印になるわけですよとすればこれって何かという対抗関係ごめんなさい対抗関係に立つとということは どっちが勝つかはもう分かるね、党、え、規、ー、が先に備えた方が優先するというような処理をしていくことになります。ですから法律関係の処理ってなんか本当に抽象論でいかないようにということです、抽象論でいかずになるべく具体的な事例で、具体的な事例をそれをある時に広げていっちゃえば。 あの大体の問題がその場で処理できるようになっていきますのでえ特に民法の最初の5回ぐらいの講義っていうのはなるべくえまあ事例もそうですけれどもその辺り復習をしながら丁寧に進めていきますのでえまずはちょっと前半そこまでにしてえ後半は少し94条の累積的世論も含めてね錯誤とかも結構ありますからね錯誤ぐらいまでは進めていって意思表示のまあ大多数まで進めようかと思っておりますじゃあ一旦ったここでえ休憩をいたしますじゃあちょっと休憩します それでは、えー、後半の内容ということになりますが、えー、と先ほどの前半で扱ったところでですね権利関係がなんか複雑になったものってことでレジュメの一応3ページにあるんですが。 あの適用場面ですね、全種・公種という関係に立つ場合に基準上にこう、2項を考えていくというのが結構多いです、えー、ですので、まあ、A、B、C、D って次から次へと点々上としていくという場合ですね、えー、その全種・公種の関係に立つ場合が大体、えー、適用場面と、そして、えー、対抗関係に立つ場合が177条の関係ということになりますね、でですのでここの、えー、ところです、ねえー、については、まあ、一応頭の中に入れておく必要があるのかなと思います。 でその上で、えー、とちょっといくつか複数の問題を解いてみたいなと思っていてで、先ほどやったのが二ページですあの、ごめんなさい、事例問題集ですね、事例問題集の 2, 2番の問題は先ほど扱っていて、で事例問題集の、えー、と3番ですね。 の問題も同じように考えていけますで回答は実は、ね、あの3ページのところにちょろちょろっとあるんですが、まあ、そんな難しく考えなくてできますよという練習になります、えー、例えば A3 番であればこんな感じですね AB 間の通報虚偽表示によって B であるかのような外観を有しかつ、登記名物が B になっている、えー、このコート値を B が C と D に二重上としたという状況ですよねとすると、まあ、図を書いてしまえば3番というのは AB 間で通報虚偽表示がなされていて まあ、A が所有者という状況です、A が所有者という状況ですよね、でこの B が外観であるで、B 所有であるかの外観ということですから、まあ、陶器がここにあると、こんな状況ですよねで、このような状況を有していて、それを B が C と D に二重譲としたという状況です、つまりこの場合、分かりますね、94条2項の第三者が2人現れただけなんです。 94条2項の第三者がただ2人現れたってわけなんです。とすると C も94条2項の第三者で D, あ D, D も C も94条2項の第三者。とすると C は C も D もどちらも A に対して自分が所有者だって主張できる関係にあるわけでしょ。 いいですね。これ、だから、これ、べこって折れてますけど、べこって折れてますけど、ここは点々、こうだこういう感じここは点々上等の関でしょ ?ABD っていう、まあ、こういう、こういう感じでね。ABD っていう点々状との関係で、ABC っていう点々状との関係ですから、まあ A との関係では、D は九十四条二項の第三者ですよね。通望虚偽表示で返ってますから、第三者。 B、C も当然第三者ということになりますから、とすると、これ、どちらも94条2項で A に対して所有権を主張できる関係にあると、じゃあ、どちらが所有者になるのかじゃあこれ、端的にベクトルで、ベクトルっぽく分析してるんですよあの、B を起点とすればいいんでしょ、B を起点とした二重条とでしょ、と考えればいいわけですよ、つまりどちらも所有権を主張し得る根拠としては、まあ、A との関係で、ね A との関係で C は94条2項第3で保護される C も D もね。ということは C と D の戦後というのをどう捉えるかという場合、まあ、B を起点として見るわけですよ、まあ、B を起点としたら B からは C、D それぞれえ二重条と受けてますから二重条との関係がありますからこの C と D は対抗関係に立つと、えー、対抗関係につから結論としては177条で先に登記とった方がいいと。 そんなふうな結論になるなのでいくつか問題を見ていても初見の問題でも何とかいけるかなというところを何とか、ね、あのいければいいかなとつまり C と D はどちらも第三者だよということに気づけばいいわけですあ C も D もどちらも94条2項で保護される人だって分かればあとはその典型的なあの対抗要件ということになりますでここまでがその権利関係の練習ということになりますが少し問題としてはちょっと複雑な問題に今日入りますえっ、ー、と 問題文でいうとできれば事例問題ポコポコ解きながらの方がいいかなと思いますので、えー、と4番の問題これは全体構造で扱ったものの復習になります、えー、ですがそこから今日はちょっと飛躍というかねどんどん発展していきます、えー、と事例問題の4番見ていただけるとこんな問題なんですね、えー、と A, はごめん A は税金対策として自己所有の建物を息子 B 名義で保存登記して放置しておいたところ B がこれ,これを勝手に C に売っちゃいましたという、まあ、そういう事例なわけですね ですると、この事例自体はどういう事例なのかというと、まあ、ちょっと4番を見るとです、ね、こまあ、図でいうとこういう事例なんですよ、A がいって、この人所有者、B に対して、勝手に、勝手に登記したと、まあ、こんな状態です。 あのちなみに不動産は、ね、あの全体構造のちょっと重複になっちゃいますけれどもここは十何年もう一回、ね、重複しちゃいますけれどもあの不動産で持ってるだけで金かかるんですよ、えー、固定資産税であったりとかね、まあ、さまざま税金かかりますから不動産で持ってるだけで大変なんで投機、えー、があると、まあ、要するに投機を基準に課税してきますから、えー、ですから投機名義があるとこれは要するに税金かかっちゃうとなので税金対策で A さんは自分の息子に投機を移してたんです勝手に。 そうするとまあ B さんに課税されてるいか B からたまったもんじゃないんだけどあの A さんからしてみればまあ実際、所有者は自分なんだけれども税金対策で嫌だなと思って自分の息子に登記を移していたとそしたら問題文を見ていただけるとまあ息子が気づいたんでしょうねあ俺のところにあるわっ,つって登記あれば何でもできますから不動産で登記 <laughs> さえあればもう売っ払おうが低等権つけよう,が,そう,いうことができちゃいますので登記がついているのを見つけて B が C に売っちゃいました <laughs>。こういうい状況です でこの時当然 C はこういきたいですよねまだ、あ、こういきたいですよねでこれができるかって問題ですこれができるかって問題ですあのイメージとしてはこの時もやっぱり利害対立考えてほしいです A からしてみれば俺のもんだですよねだっ,てつあのだってそんなの嘘なんだからえ勝手に登記してるんで、えー、登記をしてるだけですから何もあの所有権は自分のものだって主張するわけですよねで C はどうですか 陶器を信じて買ったんんだだから私のもんだというわけですよねつまり A と C でストレートに利害回避する場面ということになるでじゃあそしたらさっきと似てるから94条2項っぽいねってのはかるなんかいけそうでしょこことここなんか陶器を不実の項器これ要するに不実項器です不実項器があってこれを信じた第三者だから C は保護されるよしって言って、ねえー、94条2項の第三者だっていうふうにやっちゃだめよって問題なんですねこれはねあの気をつけてほしいのは結論としては C 保護されます 結論としては C 保護されますが法律の大切なところは要件満たすかというところに立ち返ってほしいんですよねつまりこれは94条2項で保護されるかの前提としてそもそも94条は94条1項が前提ですよねもう一回もう一回見ましょう虚偽表示全、えー、項の規定による意思表示の無効は第三者に対抗することはできないと言ってるわけですから当然全項というのは94条1項ですね つまり94条1項の向こうは第三者は対抗できないじゃあ94条1項って何でした通報虚偽表示ですよねえー、っとはい、えー、全体構造の復習にもなるんですがこれさ通報虚偽表示じゃないですよね違う理由2つね1つは通報ないです勝手にやってるんでしょ勝手にやってるんでしょえー、っと意思表示 これはあの正直あのそういう、そういうものなのでいいですけど、意思表示の定義、法律公開に向けられた意思の表明、登、え、記、ー、手続きしただけです、登記というのは一般的には単なる手続きです、候補上の、えー、つまり登記の,の申請を登記、えー、官に対してすることによって、手続き的にこうやって移すだけですから、何かを売ります、買いますとか、そういう,ようなことをする意思表示は全くしてないですね、これは正直、そういう問題で今のところいいです、あくまでも登記というのは手続きなんです。 意思表示をしたわけじゃないんですよ。とすると、この問題ポイントは94条2項が使えないっていうのがスタート。いいねあの よくこういうのって勉強するところの最初で、類推適用って絶対あのど、どんな講義でもやるとは思うんだけれども、一番大切にしてほしいのは、これ、いきなり類推適用って書いたりする、書いたりとか、答えあのテストでもそうだけど、いきなり94条二項の類推適用で保護されるって書いた時てあーってなっちゃうからね、類推適用は直接適用できないからなんです、だからまず最初、直接適用できないことを示すということが必要になるんです、で直接適用できないけれども、い趣旨が当てはまれば、類推できるっていう考え方なんでね。 とすると、まあ、ちょっと私の方で考え方を示しましたがこういう感じなんですよ、94条類推適用というのはまず前提としてはこ下下からいきます、この考え方、この事例、まずここがポイントなんですよ、本事例では通報がなくて登記は意思表示ではないとの点で94条2項の直接適用ができませんというところをまず一番最初に指摘をしなきゃいけない。 え、これがあの、まあ,あ、社内類推適用を考える上で、絶対的なところなんですよ。直接適用できるんだったら、すりゃいいんだもん。できないから累推でしょ。で、できないから、じゃ、本来お手上げだよっていうふうになるところでしょ。えー。 できないからお手上げだよというところになるわけですけれどもえただ、それについては虚偽の外観があって虚偽の外観があって本人の奇跡性があって第三者の信頼というのがこれが趣旨でしょ94条2項というのはそういう趣旨なわけですえですのでえ虚偽の外観本人の奇跡性第三者の信頼というものがあれば94条2項の趣旨に適するでしょというでこれで類推する基礎がありますよということになるわけですね。 でなので、まずポイントになるのはそこなんですよ、累推適用するってなった場合には、直接適用がまずできませんっていうことがまず出発点になって、で直接適用ができないけれども、累推できないか、じゃあ、累推するためにはどうするかといった上に戻るけれども、えー、この種子には立ち返るんです、この種子に当てはまるかっていう、これをまずちゃんと頭に入れていくと、だから種子は大切なのよ、種子が当てはまるんだったら、えー、それに対して同じ結論を導いてもいい。 こだから頭に入れなきゃいかんすということ虚偽の外観、えー、外観の破壊する本人の奇跡性、まあ、順番違いますけど、ねえー、虚偽の外観、奇跡性第三の信頼があれば第三に保護するんだと,、うん、と。とすれば累推適用じゃなくてさん直接適用ができない場面でも当てはまるんだったら全員の第三に保護すべきだということになる。 とするとこのような場面ではこういう直接適用できないけれどもやっぱり94条2項が当てはまる場面だだから処分時に C が善意であれば虚偽の登記を持って C に対抗することは A はできないという話を持っていくわけですとするとこれってさっき言った3つを満たしているかチェックしてくださいこれをね図で言うと3つで満たしているかで要はこれ A の奇跡性あるよね, A 奇跡性あるよねで虚偽の外観は あるよ、ね、C 信頼したよねこれを3つを満たしているから94条2項の類推ができると、まあ、こういう結論になってくるわけですでこの94条2項の類推適用ってものすごいたくさん使うので えと実際にです、ね、細かい話だすと予備試験の本試験の論文でも94条2項1本という問題が出ています、えー、ですので、まあ、それだけ重要な問題ということになりますじゃあ、えー、今,今やったのはこのぐらいなんだけれどもじゃあこの似たような問題いくつか次々やっていこうかと思っていてあの5番から今問題集4番やってますけれども5、6、7と次々とやってみます、えー、どれも全部権利外観法理を使うんです ただ、まあ、ここはちゃんと理解することが大切になりますから、まあ、5番から順番にちょっと見ていくとですね、例えば5番であれば、何が違うかちょっとかんあの一緒に図を考えてみましょう。えっ、ー、と、まあ、この問題集の下の方使おうか。まあ、皆さん書く場所どこでも大丈夫です。えー、5番。えっ、ー、と、B は A に内緒で、A 所有の土地を勝手に変えました。A が B に対して、今度は、B が、ごめんなさい。 今度はあのさっきと違うの分かるね A じゃなくて B がやってるんですよつまり A は何も知らずにほえってやってたのそしたら A はその時に変更された事実には気づいてたんですよああなんか登記変わってんなみたいなだけれどもずっと放置してたんですよこの要するにもともと A の所有者よ問題でうと5番ね問題でうと5番ね、うん、えと事例の5番になりますけれどももともと A のものだったんだけど要するに B が勝手にあの今度は登記しちゃったと。 でそしたらずっと放置された挙げ句、売っ張られちゃったと C に対して、えー、実際に売られたとでこの時に、じゃあこの C が保護されるかという問題がこの5番なんですよ直接的去できるのは分かるよねもうどう考えても無理じゃん、こんなのだって通報してねえしね、えー、しかも今回、厄介なのは B が勝手にやってるんですよ、えー、B が勝手にやってますから通報虚偽表示にはなってませんので94条の直接的去はできません いいですね、じゃあ直接適用ができないとしても趣旨が当てはまればいいんでしょとすると A の奇跡性え虚偽の外観第三者の信頼が満たされれば同様の方向感を生じさせても類似適用上できるだろうというふうに考えていくとすると虚偽の外観第三者の信頼はクリアできているでも A に奇跡性あるんですかさっきの問題との違いここでしょ さっきは A 自らが勝手に税金対策で自分自ら動いてたんだけれども知らないうちに勝手にやられてるんだよこれじゃこれはじゃ類推できないかっていうと結論としては判例は事情によってはできるってしてるんだよこれは事例高々2行なんだけど3行かわかりますかねこの問題,問題文5で A の奇跡性ってありそうなのわかる放置してるんですよ 普通だったら、投機を人に取られたらすぐ戻せって言います、あのさっきも言ったけど、投機ってとあの人の名義になってたら何されるか分からないよ、投機済み証とか、投機と実印持ってかれたらもう何でもできちゃいますから、もう自分の土地が勝手に投機されてたら、何やってんじゃんってすぐ言わなきゃだめですで、言わないで放置されてたんですよ。 つまりこれ事案でいうとです、ね、もう数年間かな確かこの判例はね判例の事案なんだけれどもここなんですよ変更された事実に気づいていたものの登記名義を自己名義に回復することなく長期間放置していたところ B はこれを C に売却してまったつまりこの部分に A の規制規性を認めることができるんですよ。よ A の奇跡性を認めることができるのであれば94条2項は類、えー、推することができそうだということで、えー、善意の第三者である C は保護されるというふうに、まあ、結論付けるわけそうすると上にふーっと上がりますけど下にふーっといきますけどこの奇跡性っていうのは基本的にありだということになるんだろうねつまり長期間放置ということです で現に判例はどう言っているかというとほとんど同じ問題なんですが一般的にこれは目次の承認っと言われるんですよ黙ってても知ってて放置すればそれは認めたことになるでしょという、ねえー、とこれ判例の違案だと夫婦だったんですよね。確か夫婦かちょっと親族だったんですよね。 でそれで実際、親族に当たる人が勝手にやってるのを何、えー、かしんだけでやっちゃったみたいな問題なんです。で、判例は言ってんるのはこうなんですよ、いろいろ書いてありますが、重要なところはここなんですよあの事案としては、不実の所有権登記の経由が所有者の不知の間に他人の宣伝によってされた場合、もう昔の判例だから日本語ぐちゃぐちゃしてるけど、要はざっくり言えば、嘘の登記が本人の知らない間に人が勝手にやっちゃったってことでしょ。 人が勝手にやっちゃった場合でも、あのここです不不。所有者が不実登記されていることを知りながら、これを存続せしめることを明示または目次に承認していたときは、94条2項を累適用し、つまり明示または目次に承認という言葉がズボンと出てきますけどもで、あるならばそれはあの法律上利害関係に有する第三者に対して対抗することはできないということですね。要はですね、 まあ、結論としてはここですかね94条に類推されるってことなんだけれどもやっぱりここでね真実の所有者の証人のもとに存続せしめられている以上あ,であとはこれ、判例というか法律の、ね、昔の言葉で「けだし」って書いてある大体なぜならばぐらいの意味ね だいたい、ね、なぜならばぐらいの意味なので、えー、ここで、まあ「けだし」とか書いてなだよ俺とかになると、ね、あれですからなぜならぐらいの意味で読んでください要、えー、するになぜならば不実の登記つまり不実登記が本当の所有者の証人のもとでを存続したのと同じでしょだっ,だってずっと長い間ほっといてるんだから長い間ほっといてるんだからそれは当然あなたの,あの責任でしょっていうことは言えそうだよねでその上でじゃこれまで大丈夫ね これもななんとなく落ち度がありそうですがじゃあ6番いきましょう、6番もここからちょっと、ね、変わってきます何が変わるかというとだんだん A の落ち度が弱くなっていきます A の落ち度が弱くなっていきます、えー、もう正直さっきの2問はもう落ち度の塊ですよ自分からやっといたやつとあとはやられといてずっと放置してるんだからそんなものをあ,のあんたは悪いでしょって話になるで次の6、7は見ていくとだまされちゃった系というのもあるんですよ。少し見ると6番 A は自己所有の建物を B 名義の仮登記にしていた、まあ、ここまではちょっと悪いんですねで仮登記って言葉は初めて聞くかもしれませんが司法試験とか予備試験だとそんなに聞かれないんだけど簡単に言うととりあえず本当の登記にする前の直前の段階だと思ってください仮止めみたいなもんです だから本当は仮登記、本っていうのがあってあの普通に登記すればいいんだけれどもとりあえずあとで登記するために仮登記っていうのを途中経過ですることがあるんですよで A さんは B さんの仮登記にしてたんですよでそしたら B さんはこれを勝手に本記に変えて売っっっちゃったんですまあこれはまあただ線引いてただけですからねあ,のあれですけどつまり状況の違いわかりますあの 一番さっきの1問目の問題というのは全部最初から本登記までやった上やっちゃったとっいう落ち度があるんだけどこの人は仮登記しかしてないんですよ、まあ、当然、これは落ち度はありますよ仮登記にしてるんですよでただ、B さんは仮登記までしかしてなくてでちなみに仮登記してると書類さえ集めれば簡単に本登記できちゃうんです、えー、書類さえ集めれば簡単に本登記できちゃうので B さんがこれに気づいたんでしょうねお仮登記になってるわじゃあ本登記にして売っちゃおうっていうことをやったんですよね いいですねということをやっちゃったってでちなみにもう1個、ページ7問目も一緒にやっちゃいますこっちも一緒にやると分かるこ,こっちはもっと悲惨でえこれ A さんは確かにちょっと高齢の方なんですよで B さんがあのちょっとまあ悪いやつで、えー、A は B に言われるまま A が持っている土地の登記済証とか印鑑証明書を渡したんですね。 でこれはちょっと簡単な例で言うと A さんが1人ぐ、まあ 1, つのね、あの1つのケースとして考えて A さんがちょ,っとちょっとご高齢のおじいちゃんな感じで、えー、それでまあ自分のことをやるのはちょっと大変だって状態になって,て B さんはその身の回りのこう世話をしている人でそれでえなんか自分だと、ね、やっぱり不動産とか管理できないでしょとか,、ねえー、なんかそういう大切なものを1人じゃ管理できないでしょだから私に預けてよみたいな。 で私に預けてたら私が管理してあげるよっていうのを信じちゃっておじいちゃんが渡しちゃうと、えー、そういうケースですねでそうすると、まあ、あの A さん一人だったら何もできないんだからっていうので何もできないっていうかね、えー、どうしても不安だろうから私が預かってあげるから預かるよっていう形でその A の登記済証と印鑑証明書をおじいちゃんが渡しちゃったっていうケースですでちなみにあのさっきも言ったけどこの2つ持ってれば無敵ですからねあの何でもできますからねもうあの勝手にもう,もうあの登記書いて売ることできちゃいますからで B はこれ狙ってたんですよ 狙ってたんですよ要は、その2つの書類さえ持っていれば自分の名義に移せますからで自分名義に移したほが売っちゃったっていう、えー、つまり B はこれらの書類を悪用して勝手に自分名義に所有権移転登記して売っちゃったというねつまり A がやったことは、まあ、言ってみればある程度騙されてなのかもしれませんまあ騙されてるかどうかわからないけどねこの事案だと、ね、でも A は要するに B さんに言われるからとりあえずポーンって実印渡してはい、印鑑賞と実印渡すからな預かっててって言ったら、まあ、預けてた実印使って勝手に B が売っ払うっていう、ね、暴挙出たと。 いう場合そうすると、これってなんか落ち度としては相当低くなってるんだよねわかる落ち度としてはすごい低くなっててむしろ被害者じゃねえかというね、えー、というところが、まあ、6番、7番共通しているのはそれなんですよむしろ A、えー、ってそんな悪いかいっていういや預けてるだけじゃんそしたら預けてるだけで、えー、勝手に売られちゃったってそれでなんか C が保護されるってえーって感じになりませんでちなみにですけど6番も戻るよ6番だって確かにちょっと悪いよこれは。 えー、仮登記にしてるんだけれども、えー、本当に勝手にやって売ったのは B でしょということはもう B どちらかというと B の落ち度がすごいでかいという考えるとこの2つの問題ポ,ポイントがあって前半2問と後半2問は根本的にレベルが違うんです前半2問ってこれ何が違うこれこの2つね4番5番は本にすするところままで A は分かってますつまり虚偽の外観全部を A は分かってるっていう状態なんですよ 4番は自分でやってるでしょ5番はトントン期移されたの分かって放置してるでしょつまり本登記にされるところまで領地してるんですよだけど5番は本登記にするところまでは納得してません仮登記までしか認識してなくてその先の虚偽の外観は A は領地してない仮登記まではか認めてるよ仮登記まではしゃあないと思ってるけれどもそこから先やってないで7番に至っては仮登記すらないでしょ そんなつもりもないのに勝手に売られちゃったって状態になってるとすると、ね、この2つの問題っていうのはどこが違うかというとこここすすげー大切なところなとろんですよ、えー、と4番、5番の問題っていうのはその人の意思とイコールなんですよ。つまり で6番、7番はイコールじゃないんですよ、つまり簡単に言うと、本投球、投球を移してやろうと思ってでう、う嘘の投球作ったんでしょ、4番、5番は。それは落ち度があろうがなかろうが、あの要するにあの、どっちがやろうがねつまりこっちは対応してるんですよ。 でこっちは非対応なんですよつまり6番の問題は本人の意思は仮登記でしょ6番の問題はだけど虚偽の外観は本登記でしょ <laughs> 全く違うんですよで7番はそもそもそんな意思がないんですよなのに 本にされちゃわ <laughs> かるでこの事案を2つ比べたときに落ち度がでかいのは累計的にどっちかといえばやっぱり上だよね。自分から全部やった方がえらいえら、まあ、くはねや自分から全部やった方が落ち度は高いけど途中までしかやってないとかそもそもそんなつもりがないのに勝手にやられちゃった方が A としては落ち度は低いっていうことはわかりますよね。ということで。 まずここはしっかり押さえてほしいのは奇跡性 A の奇跡性これ A というのは本人と一緒に A の奇跡性はこっちは大きいんだけどこっちは小さいという関係がありますただ、どちらも奇跡性は存在はしますわかります、えー、と6番の事例だってどこに奇跡性があるか仮登記にしたことは奇跡性あるでしょだってそもそも何の理由もないのに仮登記にしたってこと自体は悪い,悪いとは言わんけど仮登記にしたって落ち度がある。で 7番っていうのはこれ騙されたと思うでしょ、これさ渡す方が悪いよ、やっぱり。だってあのこの事案からはどんな人か分からないけど普通の大人が見知らぬ人っていうかね、いわゆる あの別に他人に対して登記済証と実印渡したらどうなるか普通分かってますから例えば、これがね重度の,の認知症だったとかそんな話は別だけれどもただ、きちんとしたねあのあ頭がピンピンしている状態でこれやったらそれはあんた悪いでしょとこんなことされるのは分かってるでしょとなっちゃうだから落ち度がないですねとは言えないんですよちなみに判例もね結構かあの言ってるのはここなんですよね7番ね7番は A は言われるがままに登記済証を渡すなどしたというね A の奇跡性と言っていて。 これ判例、すげえ厳しいこと言ってるんですよ、えー、B が、まあ、これ、後でやりますけど、B が登記手続きをすることができたのは、A のあまりにも不注意な行為によるものであると、えー、そんなことするんじゃねえよと、えーまあ、そういう話ですね、まあまあ、個人的にはそう思うよ、これは、あの大の大人ですからね。 え大の大人がもうこれ実印と登記済み渡すってまあないよと印鑑証明ね印鑑証明渡すとかそれはないよとでそれは結局自ら外観に作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同志しうるぐらいに重いものと言えるということなんですよね。ということで A の軌跡性認定してるんですよで A の軌跡性を認定しているというのがまあ言えるんです。で6番もまあ仮 仮登記というものについて認,定した認識してますからやっぱこっちの6番の問題もやっぱ仮登記まで認識している時点では奇跡性ゼロではないでも6と7というのはやっぱり落ち度が少ないじゃあどういうふうに考えていくかというと少しここから先は考えてほしいんだよあの権利外観法律のは基本的にどういうものかというと A と C を比べたときに A を保護するんだという発想ですよねでじゃあ A の奇跡性が大きいとします A が悪かったら 奇奇跡性が大奇跡性性がが大小 C は保護の必要はどうなります A が落ち度があるならより保護すべきとなれませんいいですよね A が落ち度があるならより保護すべきになりますよねで A に落ち度がないんだったら C もちょっとあれでしょあの保護の必要は下がってくるっていうのは分かりますかね あの言ってることはどういうことかっていうと A に奇跡性が小さいんだったら A も保護しなきゃいけなくなるんですよわかる A だってそんなに思いっきり悪いわけじゃないんだから、えー、ものすごい A が悪いんだったら A がものすごい悪いんだったらできるだけ C 守ってやろうになるよねだけどそれに対して A もかわいそうだなってだったら C はそう簡単に守ってやんねえぞという形で、まあ、これ相対的な話だよね相対的な話だけど要するにこの権利外観法律っのここはあの1回目の講義で私がねあの 民法の最初でほぼこれ触れるんだけど要は権利の要するに天秤なんですよ要するに A の落ち度を犠牲にして C を保護するってことは A の落ち度が重くなればなるほど要するに C を守ってあげるべきだっていう発想が傾くし A がそんなに悪くないんだったらその C をどこまでも保護しようってう発想じゃなくなっちゃうんだよねどうしてもそのバランス天秤の発想になるでもちろんこの奇跡性の大きい小さいっていうのは要は横に行っちゃいますが要するに意思外形が 対応しているものは悪いんですよ、まあ、悪いっていうことを言っていいのかもね医師と外形が対応してるんだったら A に落ち度があるんですよで A に落ち度が大きいんだったら C はできるだけ保護しようって傾くで医師外形が非対応私も被害者ですみたいな感じですね医師外形が非対応であれば A の奇跡性は相対的に落ちますから、えー、奇跡性が相対的に落ちれば、えー、A もかわいそうだねじゃあ C をそこまでなんか ぐいっと押すかって言ったらそんなことはねえのかなっていうはずになるわけですよじゃあそこ最後バランスどこで取るか第三者ってどうやったら保護されますかっていう話なんですよ第三者は94条2項では善意の第三者を保護されるつまり善意であれば保護されますこっから先で 善意で、OK、になりますででここから先もう一つ法律違法が申し上ないで出てくるんですが <laughs> 善意とワンセットの言葉で善意無過失って言葉があります。善意無過失で言葉少しやっておくとこれはあのすごく正確な定義言うと違うんであ,のあとあと、ねえー、これは正確じゃねえとか言われたらねごめんなさいって話なんですが、まあ、過失というっ,かりです過失ってうっかりなんです。で あの正確な定義でいうと客観的注意,注意義務違反みたいな形になるんだけど、ね、も,うちょっともうちょっと複雑な定義あるんだけど少なくとも過失っていうのは本来だったら防げたのに防げなかったみたいなものが過失なんですよで無過失っていうのは落ち度がないことつまり善意っていうのは知らなかったって話でしょ善意無過失っていうのは落ち度なく知らなかったっていうのを善意無過失っていいます ことですでつまり通常善意って言ってる時は何かっていうと知らなかっただけでいいんですよものすごくヘーとしてでもいいんですものすごく何も考えてなくて、えー、もう心ここにあらずでも,もう知らなかったら保護されるんですよ善意っていうのはでもそれで保護するわけにはいかんだろうしたわという発想なんですよそうするとさすがに善意だけで保護しちゃうと C が気の毒すぎるんだだからこの場合には 善意無過失までいるとつまり、善意無過失になれば死は保護されにくくなるんですいいかな例えば、まあ、善意無過失ってわけじゃないけど一つの例で言うと要は、えー、と財布なくしちゃったっていう時にあの無過失がいらないんだったら財布なくしちゃったってだけでいいんですよあの善意とは関係ないけどね善意無過失の場合には財布なくしちゃったってもちゃんとしてやることやったのに財布なくしちゃったっていうのが善意無過失なんですよ。 でそうすると、ただ知らなかったとっいうのと過失なく知らなかったというのはこっちの方がハードルが高くなるんですよやることをやったのに知らなかったえ具体的に言うとこういう場合何かというと虚偽表示かどうかってことこをちゃんと調査したのに気づかなかったという場合です。 だ大い体いこういうのって相手からすればうさんくさいんですよだってよく考えてみて、ね、あのこの7番だってあのどういう状況かっていうと B がいきなりやっていくこれ C の立場に立ってみて C の立場に立ってみたらいきなりなんかうさんくさい人が俺の土地買いませんかってくるわけでしょでどんな土地なんだろうと思ったらなんか知んないけどおじいちゃんからなんか突然登記移転されたそれで持ってきたってこれ本当かよっていうね、えー、調査する必要は あるんだよ、ね、それで調査した上でもやっぱり虚偽表示だって気づかなかったとっいうんだったら無可失で、要するに善意だったら別にそんなに何も言わないですよ、ほい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 、知らなかったすね。調査もしないで知らなかったでも保護されちゃうんですよ、わかるかな、つまり無善意っていうのはもう何もしなくても知らなかっただけで保護されるんだけど、無可失はやることとやってからあのそれでも知らなかったところまで必要になるから、ハードルが高くなる。 で判例はちなみにここでバランス取ってます判例はつまり医師と外観が対応してるか医師と外観が非対応かによって、えー、本人の奇跡性が大きいか小さいかを2つにピッと割るんですで本人の奇跡性が大きい類型である外形対応の時にはもうストレートに累積でいっちゃいますで無過失の場合には本人の保護の制度が 要するに本人もちょっとかわいそうなところがあるので C を守るためには無価質まで要求するとされていますで,で,ですので判例もです、ね、ちょっと見ておくと結構難しいですよね、こう考えるとねあの94条ってねですると、ね、レジュメでいうかこのあの事例解説中の6ページにまとめたんですがでここに書いている110条併用というのはまだ,まだ気にしなくても大丈夫です。 あの講義の中ではこの110条というのは第2回、第3回の講義の中で、えー、代理という勉強をしますでこの代理という勉強の中で110条というのは勉強するので今はこの110条という言葉は特に気にしなくてもいいです、えー、ただ、条文だけ後で触れとくと、ね、110条ってこれどんな条文かというと、まあ後で見とくといいんだけど代理人が勝手,にあの勝手に好き勝手やっちゃった場合なんですよ。一つの例ででうと代理人がいるでしょ で代理人に例えば、ある土地をこれ借りてくれる人探してよとうう任せたと、代理人ね。そしたら代理人が、ちょっと代理人は代理人としての権限は賃貸でしょ、テナントを探すしか権限ないのに勝手に売っ払っちゃったみたいなで代理人の権限濫用と言われるものなんですよで代理人の権限濫用の場合はやっぱり基本的には無効だよね、無権,これ無権代理って言うんですよ、無権代理って言って本人にはやっぱり落ちあの 本人に効果を帰属させるわけにはいかんわけですよただし、110条は、まあ、ちょっとこれはまだ引かなくていいです、うつしちゃいますからあの、ね、代理人が、えー、これは条文、あ後でやるやつなので代理人が権限外の行為を勝手にやっちゃってでも相手方がこれ、ねえー、信ずべき正当な理由があるときというのはこれは一般に善意無過失を指しているんです。 全員無過失だった場合には、えー、実際に代理人が保護、代理人の相手方が保護されるっていうね、こういうちょっと条文があるんです。で、百十条はちょっと気軽に聞いて、気軽に聞いて。結局やっちゃいましょう。<laughs> 結局やっちゃいましょう。あの、要は、こういうことなんですよ。A さんが本人で、B さんが代理人で、で、これはほん落書きです。代理人で、おっと、ちょっとちっちゃく戻しません、ね。代理人で、例えば、えっ、ー、と、賃貸借。 これ本当に落書きです、えー、賃貸の代理権を与えたでそれでじゃあ賃貸だよということでこの土地を借りてくれる人を探して代理人に任せたわけですよお願いって言ってでそしたら C に相手売っちまったと、えー、でこれが権限外なお これはまだ代理の勉強でやるからあの今はあれですよしっかりイメージを分けばいいです。あの基本的に代理って何かというと代理人がやった行為は本人のもとに効果がいっちゃうんです、原則は。いいですね、例えば誰かに代理人代理券を辞任して100万借りてきてって言って代理人が銀行に行って100万借りてきたらあの自分が返済義務を負います、本人が。 これが例えば本人が代理人にちょっと銀行から100万借りてきてよっていう代理権を与えて銀行から100万借りてくればその要するに賃貸借契約ごめんなさい消費貸借契約っていうんだけどお金の貸し借りの効果は当然代理権を与えた A さんに直接帰属するから銀行は A さんに請求してくるとで代理ってそういうものなんです要は自分の要するに A さんに効果が帰属するんだけれどもそれはもちろん代理権が同じだからでしょ100万借りてきてってって1000万借りてきたらそれはだめでしょ。 でまさにそれと同じで権限を超えちゃうことを権限外っていうんですである程度、勉強を済むとそれを権限の逸脱っていうんですね代理権の逸脱、えー、と呼ばれるもので、えー、こうやって代理権を超えちゃってやるとどうなるか原則はこれ C は得られないよねでも、よく考えてみると C はこれ信じてるじゃないですかこの人が代理人だってことを信じて買ってるじゃないですか とすればこの人がじゃあこれで残念でしたとこの土地この土地の所有権得られませんでしたってすることはおかしくないですか、うん、そしたら、これっていうのはもう分かります権利外観法理なんですよ、この人が善意無過失の場合これ110条なんだけどさっきの信ずべき正当な理由って書いてあるんですよ、この正当な理由って何かやることをやったって意味なんですよ。 正当な理由があったったてことは、信じて正当な理由があって信じたってことはやることやって信じたからあれは条文上は正当な理由って書いてあるけど全員無過失を指してるんですでもし仮にこの人が全員無過失だったら、はい、いいですか、権利外観法理なんですよ A の落ち度この,人、まあ、この人落ち度ありますどんな落ち度かというとこんなやつを代理人したって落ち度なんですよこんなことやるやつを代理人したって落ち度があるんですよ でそして虚偽の外観 B さんが売買の代理人であるかのような外観を作って C が信じたという状況であれば権利外観法理ど真ん中なんです、この条文だからさっき94条2項をやるときに権利外観やるといろいろ出るよって言ったけどまさにこれも権利外観の表れでこのときに C は善意無過失であれば、えー、A に対して所有権あの要するに所有権の移転というか事故に勝ったってことを言えるようになるじゃあなんでこれ善意無過失だと思う さっきは94条に善意だけだったじゃないですか110条なんで昔までいるかこれはあの A の落ち度が少ないからなんですよ分かる A も被害者でしょ賃貸借契約を結んであごこれちさい結んでねえや賃貸頼んでたらこいつが不誠実だから勝手に売られちゃったっていうことでしょということは A が作った外観っていうのは落ち度が少ない言ってみれば意思外形非対応なんです A としてはこんなばねっ こんなふうな虚偽のことをやるようなことについて A は落ち度が正直相対的に少ないんですよねであれば A の落ち度が、まあ、A の奇跡性っていうのが A の奇跡性っていうのが相対的に少ないのであれば結局 C 保護要件が課長されるんですよ ここれで分かるかな <laughs> これででかるいいよね、えー、A の奇跡性が下がってくれば C だってそれはよほどのちゃんとしたことをやりなさいと。って考えるとこの無,せ無過失まで要求する条文が110条という条文があるんですだからさっきのような、えー、意思外形非対応型は94条2項だと無過失が導けないでしょだって全員しか書いてないだからだからこの110条に近いのよどっちかというとあの2つの事例よく考えて仮登記したら本登記されちゃったんでしょ いいよね、仮登記したら本登記されちゃったとっいうのはこれ賃貸任せたら売られちゃったと同じでしょあとは言われるがままに登記済証を渡したら勝手に売られちゃったでしょつまり110条に似てるんですよ事実関係がだから、えー、このような、えー、94条2項の類推論に戻りますけれどもだから最初は、ね、ゆっくりやるのはん、ね、んなことやるんですよいろんなことやっていくと大体いいそこが体,あの体系化されていくからそうするとこのね、えーと 事例問題集の6を見ていただけるとこれってのはやっぱり94条2項と110条の両方使うっていうことによって無過失まで要求するという、まあ、そういうふうなことをやるんですで今のうちはこの110っていうのを知らなくてもいいから要は、意思と外形が違うから A に落ち度が少ないんだから C にはそれなり要求しようぜじゃあその時無過失までいるとじゃあ無過失までいるって何か法的根拠いるでしょ110条を求めるんですよ110条はしかも似てるんですよ。 え110条の適用場面に共通する部分が多いのでまあ110条をやるということになりますでで一応、ここに書いてあるけどキーワードはやっぱここの実質的な理解ね本人の帰責自由が意思外形対応型と比べて小さいと、えー、いうことですつまり真の権利者の承認した外形以上の権利を第三者が取得することになりますからやっぱりこれは本人の保護するっていう要件がどうしても出てくるとさっきの図通りです いう課長するる必要があるだからあの課長していくと、でかつですねじゃあさっきの、えー、とおじいちゃん騙されちゃったってやつありますよね、7番も実は同じなんですよね、94条2項と110条の類推適用ということになります、で判例はここで触れとくと、包囲を併用しとか、えー、類推適用とか使い分けてますけれども、皆さんはとりあえず類推適用って理解でいいです、とりあえずは。一応、ちゃんとで勉強すると、包囲併用型とか、えー、類推適用型という形で分類はされます。 えこの仮登記から本登記というのは虚偽の第一外観が作られて名義人が虚偽の第二外観を作ってそれで処分しちゃったとっいうのを一般的に方位併用型といって,言ってあの判例は方位を併用しという言葉を使うんですですが、そこはあの後で勉強する中でいいです要するに無までいるということと110条を絡むということでいいそこが大切、外形が対応していないからというねでそこがしっかり頭に入ったらここまでいこう。 こういうふういふに第一外観自分で第一外観まで要する途中まで作ってその後全部やられちゃったってやつそれが方位併用型って呼ばれるものでその時は判例は方位,を平方位に照らしっていうんですよこの時は、えー、な,ぜか <laughs> なぜか方位に照らしっていうので方位併用型っていうんですよねでこっちの右に戻ると勝手にやっちゃったやつもう完全にやられちゃったやつは、えー、と類推適用するって言ってて言んですね、まあ、だから正直言葉の言い回しは若干違っていてだから類推適用型って言ってるんですよ えと積極的な関与が全くないと、えー、要するに真実の権利者の積極的な関与は全くないんだけど、もう不注意があったから作られちゃったものは、えー、判例が累積、えー、適用し、累積適用型と言われてますが、結局、結論は変わりません、要するに善意無過失を要求するということです。 全員無過失を要求するという件が変わりませんので,でこの、ね、細かいところとか、ね、こだわると結構、ね、あの民法も含めて法学というのはごちゃごちゃしてるのであのとりあえずここで押さえてほしいのは、まあ、レジュメに大体これまとめていて、えー、と要は結局、これだけ <laughs> ですあのえあの、講義メモであの薄あの細いやつね、細い方ね。 本日の,あの、もう自由に書き込みましょうみたいなやつの方ね、のほの,、えー、と講義メモの薄いほの薄いほうの薄いの薄いの薄いほの薄いの3ページの真ん中にありますかね、えー、これですね、要は結論からするとこんだけの話なんですよ、医師外形非対応型っていうのは、医師外形,医師外形が対応している方は、えー、主観的要件全員のみで足りる。な、ま、ん、あ、でかはいいよね、なんでかあのさっき説明したからね。 でそして、非対応型の場合にはとりあえず包囲併用とか類推適用なんか言ってるけどとりあえず全員無過失だっていうところですそこを理解すればいいででもし不安であればさっき言ったところについて復習する際に、まあ、こ,のこの図ですかこの図なんかちょこちょこってしですよ、ねえー、対応する時の A の奇跡性 C の保護性 C の主観要件って形でこう考えるわけですよするとこうなるじゃないかっていうね、えー、そういうふうな形で持ち込めれば、えー、良いのかなと思います。 でここを乗り越えれば実はあのその94条はほぼほぼ大丈夫です94条は累積用型というのをしっかりあの要するに医師外形対応型と医師体形非対応型で主観要件を変えるというところ、ね、でなおあの予備試験の本試験とかちょっと意識すると、えーこの お,おじいちゃん騙されちゃった方の問題がすごい類似問題として1問、えー、実は出ていてその時はま,あまさに医師が意見をしたようだから、えー、第三者主会要件全員無過失にしてとていうような形のことを、えー、そのまま解くという問題が出題されています、まあ、その辺はまたすごい先の話になりますから、ね、で一応、ここまでが虚偽表示でしたがそ,そもそも最初に戻りましょう、最初何やってたかというと意思表示,、ね、思表示のトラブルという話をしてたわけで。 えー、最初、何だったっけ、意思表示、一番最初に意思表示やってて、はいえー、と通報虚偽表示というのは94条でやりましたが、えー、これもうだんだん分かったよね、じゃあ、他の類型簡単に見ていきます、93条、十三条見ていきます、えー、条文、えー、心理留保と言います、これ、心理留保、えー、初めて聞く言葉だと思いますが、 えー、心理留保というのは、この理という言葉、タヌキみたいなやつね、これ、後ろって意味です、あのー、裏って意味なんですよ、で心理留保というのは、心の裏に何か持っているっいう意味なんですね、心の裏に何か持っているっいう意味で、要は、あのー、すごくもうざっくり言っちゃうと、要するに思ってもないことを言うことです、心の中に本当の真実があるのに、思ってもないことを言うとき。だから 何でもいいから、自分の例えば、土地を、土地を持っている人がいて。この土地あげるよって、嘘言うこと、嘘っていうか、思ってもないのに、この土地あげるよって言っちゃうのが心理留保。で、これが心理留保と呼ばれるもの。で、ちなみに心理留保っていうのは、これ、基本的に抑えてる、原則有効です。言ったんだから、責任取れたらしです。まあ、そのままですよね。だって、あい、言ったんだから。いいでしょ まあ、この土地上げるのは極端かもしれないけど、まあ、自分がただパソコンを持っているとしますでパソコンを持っていてあの本当はすっげえ気に入っているのに誰かが、ね、すごいほなんか褒めてくるもんだからじゃあこのパソコン5000円で売ってあげるよっていうふうに思っても何言っちゃって相手が、もう,うマジかよって信じたという場合にじゃあそれ売買契約成立するかという話で基本的にはこれ心理療法は自業自得というふうに私よく言うんだけどあのこれは表示主義になっちゃうんですよ。 あの民法って基本意思主義が原則で相手がいるとき表示主義になるんですですがこの心理留保は基本的に有効ですなんで表示主義を取るかって理由はあってもう心理留保した時点で相手いるんですよだって独り言でしょただ,ただにこのパソコン5000円であげるよってねなんかその辺で言ってたら気持ち悪いでしょ誰かがいるんですよ誰かに言ってんだから相手がいるんだよその相手が信じる可能性がある以上は言ったからには責任取れなんです ただ、言ったからには責任取れだけど、例外なんかわかります、相手が知ってるんだったら保護する必要ない、つまりこの場合、大体、心理留保というのはど要保護性の問題なんですよ、この B を保護したいから有効にするんでしょ、わかる、こいつが心理留保してると、93条で心理留保やってるで、これは B が信じちゃうからそれを保護するんでしょ、じゃあ、保護する必要がない場合には、有効にする必要ないよね、だって嘘なんだから、じゃあ、どういうとき保護しない、B が分かってるときです。 こいつ嘘を言ってんなって分かってる時には保護する必要ないでしょということは相手方が悪意これ有価質つまり落ち度がある時には無効ですつまり原則例外がちょっと逆転してるのがポイントです原則例外がさっきの通報虚偽表示が逆転してるのがポイントなんですよつまり心理留保っていうのはもう簡単に言うと嘘言ったんだから責任取れよでそれに対してあんた知ってたでしょで無効なんですよわかるよね あの要するになんかその掛け合いなんですよ意思表示ってもうそ,そこがなんかイメージ湧くといいです A が言ったからには責任を取りなさいところが原則でも B, とし B がでもう、ねえー、嘘を言っていること分かっているんだったら有効にする必要は全くないということになりますですのでこれがまず最初の93条1項のポイントになりますとするとじゃあちょっと難しくならないように応用問題にならない程度でいくと A が心理留保しました、はい、B に 売りますと言いました。売りまますと言いましたで、売りますって言って、物をもらっちゃいました。これ、あげんぜってってね、あげる気ないんですよ。まあげる気何一つないけど、あげちゃいました。えっ、ー、と、これ、まず有効ですよね、原則ね。じゃあ、もし有効なんだけど、悪意だとします、B が。あげるよってって、なわけねえじゃんとか思いながら <laughs> もらったと。そしたら、これって、悪意であれば、93条1項正し書きで。 無効になりますここまではわかるかな、はい、ここまでということは A は返せって言えますねお前知ってるだろっ,つってう俺,俺が日頃から嘘ついての知ってるだろみたいなね、えー、なか返せっ,つって言えるはずなんですよただここからちょっと話が変わりますもう何となく法律ってのは結構一貫してるってわかると思うここに C が出てきたらどうしますかって話ですこの状況でつまり93条1項で、えー、原則有効相手が知ってれば もしくは有過失相手が知ってるか過失があれば有効になり無効になりますでも無効だとしても C が出てきちゃったらどうします、はい、虚偽表示と同じになりますつまり94条2項とやってることが全く同じってことになりますよね、えー、つまり AB 間で要するに要はわかる嘘を言って悪意ってこれ通報でしょ分状況わかるでしょ、えー、これあげるよっつってっ、えー、つって嘘なの知ってるけどねって,ってでしょこれ当然通報じゃないですか えー、というふうに考えれば、結局、93条、心理留保で相手が悪意の状態で C が入ってきたということは、これは通報虚偽表示の相手方と全く同じです。ということは、はい、善意であれば C が保護されますで、これが93条2項という条文なんです。93条2項でこれはですね 改正民法ででできた条文なんですねだから改正後、民法でももともと最初から勉強するから問題ない昔はこれなかったんですよ、昔はこれがなくて判例に委ねられてたんだけど言ってみればこんなもの94条二項とかあんねえだろうという,いう理解でいいですで、するとこの93条2項の善意っていうのは、やっぱりあれだよね、まあ、942とどうよというふうに考えていただければいいです。はいえー、ということで、レジュメの1ページちょっと飛ばしちゃいましたが、心理留保というもの。 でそして、えー、もう一回いきます、で通報虚偽表示、レジュメでバーっといきましたが、そうすると、この第三者は、ちょっと細かい話にならない程度、2ページの方ですね、えー、でやりましたけれども、あの善意であれば足りますからね、だからあの条文では、この94条2項にちょっと戻っちゃいますけれども、94条2項の第三者は善意であれば足りますから、無過失いらないからね、いいねここはあの気をつけてください、無過失はいりません、そして登記はいりません。 なぜかというと対抗関係じゃないから94条のほうね94条2項の第三者っていうのはこれは93条2項の第三者も同じです93条2項の第三者も94条2項の第三者もどちらも無過失である必要はありません全員で足りますそれだけ A の落ち度が大きいんです,いいです、ね、それだけ A の落ち度が大きいから全員のみっていう法律っははっきり書いているい、ねえー、で登記がいらない理由はやったよね全種公師だからです対抗関係に立たないです 全種公主の関係だからです。だから対抗関係に立ってないからね、えー、対抗関係に立たない時は当期の問題ではないよって話したらね、えー、だからこれちょっと初めてのあれになるから、まあ、全種公主だから、まあ、対抗関係ではないとちょっと一応,一応ぐちゃぐちゃないんね。 まあこうやって書くとあのなんかレジュメがなんか薄っぺらになると便利でしょ <laughs> あのとりあえずぐちゃぐちゃ書いてあとで必要なものだけねとりあえず書いていくという感じでもう本当に汚く使っちゃって構いませんからね。いということでこれが94条二項も含めての重要事項ということだから最初は次回以降はちょっともうちょっといろいろとあのやるんだけれどもでその上でもう一つ最後にやっておきたいのが最後いいうかかやっておかないの95条もいきます。 錯誤、えー、って何っていう話なんですがこれもあの95条を見ると少し条文が複雑です、えーっとね、93条はさっき言ったけど、まあ、93条条文確認そこつまり1項で意思表示は、表示者がその真意であることを知ってしたときであっても有効だよとつまり原則有効なんだよねただし例外ただし相手方が知っている 知るこことがでできた時これは悪意有質という意味です、えー、93条は心理留保ですね真意でないことを知ってしたときつまりうわ嘘だって分かってしてもそれは有効だとただし相手方がそれを知ってるんだったら、えー、この場合には意思表示は無効であるということですね無効とするとそして最後に、えー、これ2項は善意の第三者に対抗することができないと、まあ、こういう話ですねになりますのでここのところはまあ押さえておきましょう で次に95条の錯誤、ここまでやりましょうか、ねまあ、1回目の行為ですからね、まあ、民法の最初だから、どっちかというと民法という科目がどういう科目というか、ね、法律でどういうものかとか、まあ、どういうふうな勉強していくのかっていうのがね、だいぶつかめてもらえれば、おそらくはその2回以降はポンポンとんっていう感じでいきますからね、じゃあ、ちょっと95条の条文なんですが、少しこれは難易度は高い条文というかね、長いでしょう。えーっとね、なので、95条1個を見る前に、錯誤って何か。 とということを一応説明します、錯、え、誤、ー、とっていうのはいろいろ書いてあります、これは。いろいろ書いてある私が書いたんで、あのー、あれなんだけど、あのー、表示行為から推測される意思と内視日公開意が一致しない表示であって、一致しないことを、えー、表示者が知らないことって書いてあるけど、あのこの工学的なことはとりあえず、まずは良いです。えーとね、要は、この1ページ見てもらえると分かるんだけど、あの1ページで意思表示ってどうやって生まれるか。 意思表示というのは、まあ、動機があって表示意があって表示行為に至るわけです。でこの時に これとこれとが、季節して食い違うことを錯誤って言います。で、何言ってんのって簡単で勘違いです。<laughs> 勘違いを錯誤って言うんです。えっ、ー、と、まあ、一つ、まあ、例としては、何にしようかな。えっ、ー、と、まあ、いいか、えっ、ー、と、何か具体例がね、なかなかいつも見つからないんですけどね。まあ、いいか。 うどんくださいっつになぜかラーメンくださいっつっちゃったみたいなこんな感じ、えー、とつまりうどん食べたいと思ったんですよこの人は、えー、うどん食べたいと思ってるでうどん食べたいんだけれども中身だけどラーメンくださいって言っちゃった場合がまあ昨今の典型場面ですわ、えー、かりますねでこの時要するにあのラーメン注文したことになるのかそれともラ,ラーメンを注文したことになっちゃうのかって問題です要するにこれはだから本当に勘違いなんですよ今までの三と四はわざとでしょ。 さ 93, 条条は93条、94条はわざとやってるんですよでも95条の場合の錯誤っていうのは知らずしてやってるっていうのがこのレジュメの3ページがペラ,ペラ紙の3ページの方でも表示者が知らないことって言ってるでしょつまり自分自身知らずにうっかりやってる錯誤っていうのはそと分析するとなかなか面白くて2パターンあるんですよこの,このケースでどこでトラブルかっていうとここかここなんですよつまり うどん食いてえなと思ってまず、よし分かったってまず一つは簡単でうどん食いてえなと思って勘違いしてそれで何にしようかなしゃべると心の中で思ってるんでよ心の中で目の前にあるこのぐにゃぐにゃになってこれ食いていなと思ってるんですよでその時に、えーまあ、これ書かなくてもいいかもしれない。 かかいですラーメンくださいって言おうと思ってラーメンくださいって言っちゃってる場合はこれ何だか分かりますねうどんとラーメン勘違いしてるんですよ目の前にあるものが要するに目の前にあるなんか麺類のごにゃごにゃしたなんかものがあるわけですよこれをでこれはあの世間一般にうどんと呼ばれるものなんですよね世間一般にうどんと呼ばれるものが見てえー、これうまそうだなって思ってラーメンくださいって言おうと思ってラーメンくださいって言っちゃってるって場合でこれ分類基準何かっていうとこの人うどんとラーメンごっちゃしてますよね かるあの世間一般でうどんだって言ってるものをラーメンと思ってるからラーメンくださいって言ってるつまり勘違いなんですよここではもう一つはここでうどんくださいと言おうと <laughs> ちゃんとこれうどんだって認識してるんよ、ね、こいつはこの食い物はうどんというものだって分かってるからよしうどんくださいって言おうと思ったらなんか知らないけどどうどういう何が起こったか分かんないけどラーメンくださいって言っちゃったっていうねえ状況わかります言い間違い 言いい間違いですつまり、錯誤っていう要素はこの過程かこの過程かでごちゃごちゃするんですよで言ってみればシンプルで言い間違いか勘違いか言い間違いしかないんですよでそれがこの錯誤って呼ばれる類型になりますでここのこの過程のトラブルを一般に表示行為の錯誤って言いますこの過程を一般に、まあえー、っとレジュメでも、ね、あの触れてますけれどもいいかなあの3ページかな、レジュメでいうとね あのさっき言ったやつっていうのはまさにここで、えー、と意思表示に、こ丸一って書いてあるのが条文にも書いてあるんだけど、意思表示に対応する意思を書く作語、つまりこれっていうのは、要は勘違い、言い間違いに当たるものです、えー、さっきの4類型ですね、だからさっきの4類型でいうとあの、何かうどんとラーメン一緒にごっちゃになっているの場合、ですうどんとラーメン勘違いしてるケースそして言う時になぜか あーでラーメンって言っちゃったっていうよく分かんないね勘違いしてラーメンって言っちゃったっていうね、えー、その場合つまりこの内容の策これ,これ学,説的な学術的な内容,内容の策語というのは勘違いです表示上の策語は言い間違いですで勘違いとか言い間違いがあったときにこのような、えー、いうふうに言いますで95条1個見ていただけると条文でもそう書いたんだよね 表示行為に対応する意思を書く作,作語1号って書いてあるでしょ。これがだからその勘違い、言い間違いと呼ばれる類型です。で、この時は <laughs>、まあ、条文でやりますけど、あの柱書き見てもらえるというかな、95条 1, 項1号条1項に、意思表示は次に掲げる作語に基づくものであって、はい、これですね。作語が 法律行為の目的及び取引条件、処理引の社会通念と題して重要なものであるときは取り消すことができるとされていますつまり言い間違い、勘違いが全部取り消せるわけではないで取り消しとは何かというのも次回の講義の内容になるんですがあのまあ我々がよ,よく言う取り消しですよもう取り消すからとつってで取り消すとまあその取り消してなかったことになると、まあ、最初からなかったことになるというのが取り消しなんだけれどもえこの取り消しというふうに言っているけれどもまずは 重要なものじゃないと取り消せないんですよだから大した勘違いじゃなきゃだめ大したもんじゃなかったらできない重要だっていうでこれは分かる法律行為の目的とか取引上の社会通念を照らしてつまりもう取引の常識に照らしてこれは重要な間違いだった時は取り消せるだからうどんとラーメンは個人的に取り消せると思います だって売買の目的物でしょ売買の目的物はそれはめちゃくちゃ重要ですからね、でそれならばうどんでラーメンでっていうのを勘違いしたり言い間違いしたらそれキャンセルねっていう、まあ、日常的にもこれ法律的ではないけどキャンセルしますよね、今言ったらなしみたい,、ねえー、っていう風にな。ったりとか、えー あとは、まあ、た食べちゃったらもうだめだと思うけど食べちゃったら無理だけど来た後にえこ,れこれがうどんなんですかとか言ってねうどんとラーメンが勘違いしてる人で、ね、俺の知ってるうどラーメンはこんなもんじゃねえとか言ってれば多分みんな気づくからあじゃあ取り消しねって形でやると思うでそれがだからこれなんですよつまりこの要件で足ります A の要件つまり取り消すためには取り消すためにはこのような A のみの要件で足りることになりますいいですねですから言い間違い勘違いはそれでいい もうこれもルールだから知っておきましょう。もう言い間違ったり勘違いしたらとりあえずね、えー、しゃあないと取り消せると、えー。で、ただですねもう一つ錯誤ってあるんですよ。さっきの四類型で今言ったのってこの辺の錯誤じゃん。今言ったのこの辺じゃないですか。ああごめんなさい。もう一つなんかあるでしょ。ここ。つまり。 これも落書きになっちゃうんでぐちゃってなるけどこれがもともと家庭的だからいろいろ書き換えちゃってごめんなさいねこれラーメン食べようと思ってラー,メンあ、ま、たあうラーメン食いたいと思ってラーメンくださいって言おうと思ってラーメンくださいって言えたよしと、まあ、それならめでたしめでたしなんですよもう一個意思表示の過程最初から動機うまそうと思ってラーメン くださいって思ってて思ラーメン食べてあラーメンくださいって言ってラーメンだってってででまずかったとまずかったから取り消せるかって問題つまりこの部分で動機が間違ってるってケースですね、えー、それもあるとで確かにラこれは取,取り消せないけど、えー、とただ、これよく使うのがあの、えー、と一つ例としていうのが高い芸術家の絵を買う時本物だと思ったからこの絵を買おうと思って買うと。 でその時にあの公開医師としてはこの絵を買おうと思ってこの絵くださいと言おうとしてこの絵を言ってから全く問題ないですよ目の前にある絵を買おうと思ってこれくださいと言ってますからここに何の仮定も間違いないんだけど本物だと思ったとっいうところに過護があるとでそれを取り消せるかというのが大きな問題つまりこれは一般に昔は、ね、動機の作っと言われてたんですよつまりこの動機の部分に作誤があるときに取り消せるかで基本、これ取り消しにくいんですよなぜかというと 外かから見てんんないじゃんだって本物だと思ったから買ったんですよ偽物なら売りもう取り消しますよって言われてはあでしょわかるよねつまりこの辺は何か分かるじゃん言い間違いとか勘違いだからさっきの勘違い言い間違い取り消すよっていうのはまだ分かるけどその全く問題ないのにあのさっきのうまそうだと思ったから買ったんだとか言ってこれのクレマジシンだったらね <laughs> うまそうだと思ったからまずいんだから返してくださいよみたいなねとかさっきのやつだとまあ あの正直なところうまいかまずいかは正直ね、この法律行為の目的によって重要かっていうところで重要じゃないんですよ、売買契約がうまいかまずいかなんか問題じゃないから、要するに何を売るか買うかだから、いいよね、だからラーメンがうまそうだからえと思って買ったらまずかったから返してくれはそらくは通らない、これですよ、目的と取引通念照らして売買契約において重要な要素は、何を買うのかと、いくらで買うか。目的物と えー、その目的物の性質、まあ、味もそこに入っちゃうかもしれないけど目的物の,その客観的性質と代金なんですよだからうまいかまずいかでは錯誤は多分できないんだけれども重要ではないからだけど絵が本物かは多分重要絵が本物かどうかとかあとは結構論文式とかで聞かれるのは土地を買う時に駅前でこれ再開発される予定だって思って買っちゃう場合値上がりするからね えー、この地域は近くに駅ができるんだっていう嘘の情報デマを信じてあじゃあこの土地買うわって買ったらそれガスだったとそしたらそんなんと買わないから取り消すよって言ったらそれは結構重要になるんですよね不動産売買の目的としてはやっぱりその目的の中ではやっぱり社会通念ってらしてもそこがどういうふうな投機的価値があるのかってやっぱり意味があるんですよで、まあ、そうすると話出ちゃうけどじゃこれを取り消せるかっていうとただ相手との関係で問題あるよね相手は動機なんて知らないじゃんそれこそ ですよじゃあどういう時に取り消せるかというと1個ハードル上がるの動機はその動機が言われてれば本物だから買いますと言ってればいいですそれが契約の内容になるからっていうふうに言われてるんですねつまり何も言わずに心の中でお本物だと思うなとか思いながら買うだけだったら相手はそんな知りませんわなだけど取引やってるときにこれ本物っすかっ,つってって本物ですよって言われてねあじゃあ本物だったら俺これ買いますわっていうふうに言って買ったんであれば相手は分かってますから 偽物だったら取り消されても、別に不足の損害にはならないとされていて。つまり、この二号っていうのは、これなんですよ。今言った動機の錯誤と呼ばれる理系だけど、法律行為の基礎とすて事情について、その認識が真実に反する錯誤っていうふうに。法律には書いてあります。法律には書いてあります。ええ、九十五条二項二号にも書いてあるでしょ。憑依者が法律行為の基礎とすて事情についての認識が真実に反する覚悟だって、めちゃくちゃ面倒くさいこと,と書いてあります。ただ、これは動機の錯誤だっていうふうに認識していいです。 ただ同期の錯誤は95条2項を見てもらってこれ新設の条文なんで結構丁寧にやらなきゃいけなくてこの取り消しは表示されていた時に限りすることができるって書いてあるつまり同期の錯誤の場合ねつまり95条2項にあるけれどもこの全項2項の規定による意思表示の取り消しって書いてありますよねということはこの全条2項の意思表示による取り消しというのは一般的に言うところの同期の錯誤の取り消しは 法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限りすることができるとなるので通常の錯誤よりもハードルが上がるでこれを結構暗記しちゃってももったいないので理由を考えるのが大切ですねなんでハードルが上がるかとっ,ったら相手が知らないからですよそん,なそんな動機なんて、ね、相手知らないでしょだから、相手が知ってるるだだけ取り消せるんですだから表示を求めるんですよっていう感じかなイメージとしては表示するっていうのはなんでかなって言ったらそこは表示してなかったら相手は知らない。 つまり、この表示が必要になります。要件 B っていう上に書いてるけれどもこの同期の錯誤の場合にはこの表示が必要になります。でちなみに表示って書いてあるけれどもよくこれは、ね、あの民法に限らず法学でよく出てくるんですよ。表示ってはっきり言わなくてもいいです。態度で分かればいいときがある。 かるもう明らかにそういうふうな雰囲気を出していると、そのたなんか分かるでしょ、本物であるなら買いますなんて言う人いないですからね、<laughs> 分かりますよね、本物であるからこれを売ってくださいっていう、なんかそれ、多分なんかあの。 ディーラーさん、切れますよね、な <laughs> めてるのかみたいなじになりますがさすがにそれはあのはっきりと本物なら買いますと言わなくてもそれまでの取引の実績だったりその人のふ要するに会話の言動からこういうふうな絵を欲しがっているというところからこの人が本物の要するにそういう芸術品のコレクターであることを相手が分かっていればそれは実質的に目次の表示、動機の表示といって,言ってもう態度から分かるのであればそれは当然、相手は分かるでしょう分かる、相手としてもそれは分かればいいと。 いうふうにされてますのでこれは動機の目次の表示だって言われている,るわけですねじゃあ今これで錯誤できるっていうふうに言ったけどもうようやくあの今までの今日のまとめみたいな感じになるんですよじゃあ表示されましたそう取り消せましたえと相手かわいそうすぎませんっていうところなんですこ度バランス感覚としてえつまりこれ何のための規定かっていうと意思主義ですよね 錯誤っていうのは、えー、こういう感じで錯誤に陥ってこうやって言っちゃったで、錯誤に陥ったら原則は取り消し OK です、これ誰を守るためでしょう という,と A だよ、ねえー、うっかり言っちゃった人を守るためつまり A, に A を守るためですつまり意思主義になるわけです、えー、ただこれをむやみに認めると取引なんて成り立ちませんよね えー、もう言い間違いの世の中みたいになっちゃったら、ね、もう何でもかんでも取り消しになっちゃいますからねもう B さんとかも,、ねえー、もうバイバイなんかやりませんよとということは B を保護するためにでここで想像しましょうよとどういう時に B が保護あに A が保護されないか A に落ち度がある時でしょうねさっき言ったようなラーメンとうどんを勘違いするとかありえないでしょうと、えー、分かりますよね。 えまあ、た,ただ文化の違いとかありますけどね例えば日常生活を送っていて、まあ、それなりになんか日常的な食べ物をずっと食べている人がラーメンとうどんが同じものだと思ってましたったらそれはさすがにないでしょうそれ取り消すわけにはいかんでしょうだし、えー、そもそもうどんくださいと思ってラーメンくださいって言,言い間違えたとかもう何言ってるんですかあなたって話ですからそれはさすがに取り消しは認めるべきではないってなりそうでしょだから93条3項やっぱり重大な過失があった場合には取り消せないですこれは例外。 であったねねこれね作誤が重大な過失によるものであった場合にはでここは条文の読み方次の場合を除き取り消しをすることができないんですということは、まあ、とりあえずできないってことは言えそうだね、えー、作誤が重大な過失によるものつまり A の重過失って言いますで今日せっかくだから、ね、過失って言葉やりましたからもう一個やります重過失、えー、めちゃくちゃゃく重い過失でこれは あの本当にその初歩的な中儀ミ判のレベル普通によほどのことがないとこんなミスしないだろうというミスをした場合重過失ありって言いますということはこの3項を見ると錯誤が教威者の重過失の時は取り消せないということになりますとすると原則は取り消せるんだけど例外 A の重過失があれば取り消しできませんこれは95条3項 何のためかって言ったら B 保護です, B 保護ですいいよねここまでやる A が本当にもうねラーメンとうどんを言い間違える何やってんだよと、えー、そういうふうなことをやってる時は A を保護する必要はありませんので B は保護しなくていいここからね、保護のキャッチボールみたいになりますでじゃあただ、ね、条文読んだ時に条文の読み方がだんだん分かってくると次に掲げる場合を除きってありましたよね 次に掲げる場合を除き取り消せないって言ったということは例外の例外あるだろう次に掲げる場合を除いては取り消せないということは原則取り消せて例外として A が重過失ならば取り消しができなくなるでもこれなんとなくもう分かってると予想つくどういう時にじゃ B 保護しなくていいこいつが本当にうっかりものすごいうっかり言い間違ってるっていう状態だったら B は保護してもいいけどもう予想つくといい B がそのこと分かってんだったらこいつ保護しなくていいでしょってないですよねすごいものすごいうっかりでーラーメンくださいとか言ってきてでそしたら原則としては重過失だから取り消せないんですよだけど B がそのこの人がめちゃくちゃうっかりしてるってそれであ言い間違ったざまあみたいに思ってるんだったらこの人保護する必要ないですよねとすると今度はキャッチボールでえー次に掲げる場合の次見てみるとこれなんですよえーっと 相手方が表意者に錯誤があることを知りつまり B が錯誤に陥っていることを A の錯誤を知っている場合またはそれ,に重過失それを過失によって知らなかった時重過失で,で多分分かりにくいからちゃんと言うと要は B が A の錯誤の悪重過失で、ね、 の時この時は例外の例外で取り消せます、これは別に A を保護する方に戻るんです、でこれはここまで分かればいい、ここまで分かればいい、つまり A が要するに、錯誤でこれ正直ねあの、正直ここまでは絶対にあの1回で私、やるんですよ。なんでやるかというと、これを暗記しないというため。 で法律の勉強ってどうしてもよくねあの1回目の講義で,で法律は6本暗記しなきゃいけないのかと、まあ、結構よくもうきもうもうよくある命題なんですよ、ここはね、最終的に覚えたほうがいけばってますよだけどまず大切なのはあの覚えるためには理解しなきゃいけないじゃあ理解するときどうするかって言ったらなんでこうなってるかって具体的に想像すればいいんですよそうするともう妥当な結論絶対出ますからわ <laughs> かるだからこの場合、最初の一番最初の入るけど、まあ、1回目だからね、えー、もう 法律の勉強というのはとにかくもう、ねえー、条文の要件、効果、要件、効果、趣旨、定義、具体例とこの流れですからね。要件、効果、趣旨、定義、具体例と、ね、う体例っていう形になりますからそうすると、これを要するに具体例で当て込みましょうよ A が、えー、じゃあこうしましょうあの偽物の A を買わされた例にしましょう A, がこれ A, A さんね、想像して。 えと本物のえ何でもいいかまあ大体、具体例だとなんかピカソとかなんでピカソでいいよね <laughs> えピカソの絵を買おうと思って B さん、これ、画商です B さんのところ行きましたでピカソっぽい絵があったんで A さんはこのピカソ欲しいっすって本物っすよねって表示します本物っすよねって言って本物ですよねっていうに言って B さんは本物ですだから売りますよっつって買いやりましたでそれで買いました、えー、これ、ピカソじゃありませんでした という事例だったらまず原則は、問い合せるよね、動機の錯誤に当たるんだから表示されてますよね、えー、動機の錯誤というのは表示されていて、2つの要件がいったよね、条文でね、<laughs> えっと、失礼しました、2つの要件が必要ですね、えー、動機の錯誤の時には重要である、まずはそうだよね、ピカソかナカはこれ取引においては目的物ですから重要ですよね、そしてえそれは表示されてますよね、さっき買い物の例で言うと、 買い物の例で言うと、えー、こ,のこのピカソ本物ですかその通りっていうふうに言ってますからそれは通りよねじゃあじゃあそのピカソがに取り消せるんだけれども仮に A さんがそれピカソって言ってるけどそれこれピカソくださいって言ってるのが仮にその絵を見たら日本,日本画だったらどうします水墨画だったらどうします水墨画見てこのピカソくださいって言ったらそれはさすがに落ち度でかすぎんだろうっていう話になるよねさすがに何を言ってんですあなたはとすればそんなのは通らないわけですよだから当然取り消せなくなる。 けれども、じゃあ、その様子を見ていて画商の人がうわー、こいつ水墨がピカソだっつってんのざまあみたいな思って売ってたとしたらそれは取り消させるべきでしょっていうことでしょつまり、このキャッチボールなんですよ原則は取り消せるで A を保護する必要性がなければ取り消せなくなるでそれを踏まえても B を保護する必要がなくなればまた取り消せるようになるっていうキャッチボールなんですよ。 っていう理解があるとあの法律の勉強というのはすばーばい,いでどんな事例問題を見てもそうですあの正直、あのままあ、私なんかはそういう仕事をしてますからあれですけれども実際に試験レベルで考えていくと実際、事例見てこれ取り消せるか、取り消せないかというのは当然、条文の根拠あるけどまずはどっちを保護するか体感的にパッと出てくるようになります。 で保護するためにはこっち保護するんだろうなというのが出てきますであとは条文の根拠からちゃんとそこを適時するという感じになりますので、えー、そこはだから条文の趣旨っていうのを理解して具体例にぶち込んであげるというね、えー、そこの作業を最初の民法で固めちゃうとどんな科目にも広がってくるというところありますで、一応、今日はここまでではあるんですがもう一つ例外がありますもう一つの例外がちょっと変わっている例外で2号があるんですよ、あの2人とも錯誤共通錯誤と言います。 一応これ95条3項1号かな、これね。で共通錯誤と呼ばれるもので。 あでち今言ったのがちなみに4ページのここら辺にガーッと書いてあります。えー、ここまで。表、えー、依者の重過質があれば錯誤取り消しできません。えー、相手方が表依者の錯誤について悪意重過質だったらまた戻ってきます。であとはもう一つ、ちょっと変わったもの。共通錯誤っていうのがあって、お互い2人とも錯誤になるっていう、なんか泥試合みたいになった時ね。<laughs> お互いにもうなんか、あのー、2人とも全く同じもので、えっ、ー、と、 何でもいいけどね、えー、売る方も錯誤買う方も錯誤っていうねもうそんな状態になったらそれはもう,もういいでしょ、なかったことをしましょうっていうね、えー、そんなもの有効無効論じるまでもねえだろうということで一応、これ改正後の規律ではあるんですけれども2人とも同じ錯誤になってたらそもそもそれは意思表示の合致が全く見れないということからそれはもう錯誤は問題なくできると問答無用でできるという,ふうに、えー、されておるところです。 はいというあたりですね、でなおですけど、この次の94条の93項の第三者というところは次回の講義ですね、えー、次回の講義で詐欺・脅迫というのをやる中で、かなり細かくやっていきますので、えー、まずは1回目の講義、意思表示のまあ、ねえー、トータルの全体七7割ぐらいのところを扱ったことになりますが、あのレジュメでは、ね、あのやってないところもありますけれども、基本的には、えー、っと今日のレジュメとしてお配りしているものでは、4ページの上産業のところまで見ています。 で特に事例問題についても、えー、と7番かな7番まで累積的世論がっちりやっているところですのでそこのところを復習していただくのとあとはまあ あの予習はいりませんからね,講義の時ね、えー、予習は全くいりませんので、えー、復習中心で全然構いませんで復習する際はなるべくやったことを講義メモの中に一元化していくという作業かな一番あの妥当なのはねであとは不安があれば、ね、チェックシートのほかにもあ、えーえー、セブンサミットで該当するページとかをまあ読んでみるというのもね、えー、一つの手かなと思いますがどちらかというとこちらの教材はあのーまあ、もちろんあの必要なときには参照しますから持参いただきたいんですけどあの通読してなんか読み込むということはなるべく 初期段階でやるのはあのあまりお勧めしません。どうしてもあの熱っぽいってなると、だ全体の理解の中で必要なものっていうのを抽出しているのがぼやけてきちゃうので、えー、こちらのはちょっと読んでて不安だなとか読んでてなんかちょっとやってること忘れちゃったなっていうときに該当ページをパッと見てあの辞書というかね参考書として使っていただけるといいと思います。で復習のベースになるのはあの特にこのチェックシートですね。えー、こちらの方ですね。あの一回の講座でだいたい 多くてもう何ページかしか覚えることないようになってます。で、今回に至っては？今回に至ってはあのまるまる2ページぐらいしかありませんのでえ3ページ4ページですねえ。3ページ4ページのま2ページぐらいしかありませんので、だ、ね、いたい。大体こういうふうに聞かれたらこう答えられるっていう感じのような状況にしていただければと思っています。はいで。まあ、特にチェックシートも最初の方はあまり。 あれですね。あの細かな議論っていうのはあまり出てこないところになりますので、むしろこのチェックシートはまあ確実に抑えるとして、えー、講義メモと事例解説書の二冊ですね、えー。こちらの方をしっかりと、えー、復習していただいて、であとはわからないところあったらね、まあ全然聞いていただければというふうに思います。じゃあ一回目の講義大体たいね、この辺りにいたしまして、えー、次回の講義は、えー、この意思,意思表示のね後半戦残ったところをやりながら、えー、今度はね、あのさっき代理って出ましたね。百十条の代理って出ましたけれども、まあ代理についての 概念について扱っていくということにいたします。はい、じゃあ、それではですね、えー、本日ねえー、1回目の講義になりました。けれども、民法の本の辺ですね第1回の講義は以上になります。それではお疲れ様でした。